全国のアメリカンフットボールファンの皆さん、こんにちは。秋晴れのもと、少し寒くなり始めた気候を吹き飛ばすかのような熱戦が間もなく幕を開けます。ここ大阪府長居緊張スタジアムにて、関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1第5節、近畿大学対神戸大学の試合、間もなくキックオフです。それでは改めまして、全国のアメフトファンの皆さん、こんにちは。本当に太陽の日差しが照りつけるように暑くなってまいりました。10月26日、ここ大阪府長居緊張スタジアムにて、まもなく本日の第一試合、近畿大学対神戸大学の試合が行われます。本日解説は神戸大学 OB の藤野正史さん、そして実況は野瀬祐介、放送は RTV でお届けしていきます。それでは藤野さん、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではですね、各チームのここまでの戦績も合わせてご紹介をしていければと思います。さあ、まずは、近畿大学なんですが、ここまで1勝3敗ということで、で、神戸大学も変わらず1勝3敗。そうですね、今年は、ちょっと京都大学が序盤戦苦労していて、確か両チームとも京都大学に勝利をしてと、いう形です、ね。はい、で、ただとは言いながら、戦い方といったところに関しては、おそらく両チーム全く違った方向を、向いているのかなと、言ったところが感じてはいるんですけども。そうですね、神戸大学はこうパスを主体として使ってくるチームで、近畿大学に関してはこうランを織り交ぜてくる、そういった風な影響も、見えるんですけれども、そう見えると今日のこの試合、重要なポイントって、両チームにとってのポイントってどちらになりますかね。そうですね、まず私、去年もこの試合最終節で、解説させていただいたんですけども、でその時にやはりものすごく感じたのは、近畿大学のフィジカルを完全にが、神戸大学のそれを完全に上回って、ものすごくその近畿大学がランを中心に組み立てたと、で今年のスタッツを見てみますと、近畿大学のオフェンストータルヤードが777ヤードのうち533ヤードが、ランニング、そうですね、一方でパスが244ヤードということでですね、非常にパスの回数自身もかなり少ないですよね。そうですね、といったことで、おそらく京都で神戸、すみません、近畿大学としては、昨年と同じような、ランで、ゴリゴリ進むといったところを、より追求してくるのかなと思うんですよね。はい、そうなったときに神戸大学としては、ランのディフェンスをどのように止めていくかと。そうですね、はい、で今年から神戸大学 3-4 を導入してまして、ということなんですけども、ちょっとスターティングメンバーを見ますと、これまでずっとノーズタックルの、先発だった小島くんがね、ちょっと今日このスタート表には出てないと、非常にランのディフェンスをするにあたって、そこのノーズタックルといったところは非常に大事なポジションですので、ちょっとそういったところが神戸大学としては一つ不安要素なのかなという感じを受けてますね。もしもここで近畿大学のランが止まらないとなったら、神戸大学のパスがある程度桜井君が戻ってきて計算できるとは言いながらも、やはりね、安定性で言ったらランプレーの方が圧倒的に高いですので、神戸大学とは非常に苦しくなるということで、一つのポイントとしては神戸大学のランディフェンス、特にフロント3人、ラインバッカー含めたフロント7人と近畿大学のランオフェンスと、そこが最大のポイントになるのかなと思っております。なるほど、いや、分かりやすい解説ありがとうございました。対する神戸大学に関しては、やはりパス主体で、おそらく桜井選手が戻ってきているというところと、あとはね、ワイドレシーバー、多田選手、八田選手に関しては、補給数、スタッツを見てもトップ10にね、もう3人、あと金岡選手もトップ10にこう名前を連ねていますので。そうですよね、はい、桜井君ですか、2節ほどその負傷があって、非常にパスの回数自身はそれほど多くはなかったんですけども、控えのクォーターバックの選手なども、パスなどもあってですね、今確かにスタッツ見てみますと、野瀬さんのおっしゃる通りなんですよね、ベスト10に3人、そうですね、
名を連ねているという形で、はい、彼らにうまくパスを、散らすことができたら神戸大学のオフェンスとしても非常に面白くなるかと思いますよね。そうですね、はい、ではそれではここで両チームの前節の振り返りと、今節の意気込みのインタビューをご覧いただければと思います。そうです、まあ、あの試合としてはもう完敗です。西目さんが本当に強いなという感じですね、はい、どういったところが強いと思いましたか。やっぱ個々 の能力もそうですし、徹底ぶりがとあとはまあ気迫そのあたりが、うちとは全然違いました。ディフェンスもやっぱりその、ファーストタックラーでバチッと止めれない、ファーストタックラーが引きずられてセカンドタックラーでなんとかなったらいい方で、ファーストタックラーでまあタックルミスになるなってスピードに乗られると、まあ、もう独走タッチダウンまで持っていかれるんで、そのあたりがやっぱり課題かなと思います。まあ、神戸大学さんも、まあ、今、お互いに一勝同士で、まあ、次の試合に思い切りかけてくると思うんで、うちもしっかり準備して、思い切り全力で、挑みたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、まあ、最初ね1クォーターはなんとかね、オフェンスディフェンスともにやってたんですけどね、やっぱ途中からオフェンスミス増えて、やっぱりパスラッシュに向こうのパスラッシュに対して、ね、パスプロも持ってなくて、まあ、オフェンスから崩れていって、その後ディフェンスもやっぱりタックルミスでロンゲインされてるんでね、そこからやっぱりゲームがもう相手のペースになってしまったっていうところですね。そうです、オフェンスはねやっぱりまだまだね、オフェンスラインがね向こうのディフェンスライン、まあ、今後やるディフェンスラインもどこも強いんでね、それに対してやっぱりまだまだ出来上がってないんで、もう一回ちょっとオフェンスライン強化してね、しっかり取り組んでいきたいと思います。まあ、収穫はね、まあ、怪我で桜井が戻ってきたんでね、まあ、オフェンスクォーターバック全部3人揃ってしっかり練習試合できるんで、これは楽しみだと思いますね。次節近代戦ですが、意気込みをお願いします。そうですね、まあ、本当強い相手なんでね、うちよりも数段強いから、ほんま必死に取り組んでね、この2週間死に物狂いであって、2週間後のゲームを迎えたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ両チームのインタビューをお聞きいただきました、はい、さあ今フィールドではですね、両チーム、キャプテンそして副将そして子どもたちが、相対しまして、まもなくコイントスを行ってまいります。さあね、まあ、本当にそうするとおそらく接戦が予想されるかとは思うんですが、はい、さっきおっしゃっていたようにこう近代のこうランが出始めると、はいはい、まあ、もしかしたら一方的な試合展開も可能性としてはあるかもしれないと、ね、はい、十分あり得るのかなと。もちろん逆にね、ランが止まって神戸のパスが冴え渡るということも、まあ、もちろんあり得ますので、そうですよね、はい、ただやはり、過去の戦績であるとかそんなところ両チームの力関係などを見ても、まあ、やはりかなりの勝負がつくとしても、やはり接戦になる可能性が極めて高い一戦ですよね。そうですね、はい、もうそうなると本当に序盤から目が離せないような、そうですね、はい、そういった一戦になりそうです、はい、ね、さあ今コイントスを行っております。手前にエンドを取るのは近畿大学、そして奥にエンドを取っているのは神戸大学です。さあどちらが取っていきますかね。近代がとりあえずコイントスは勝ちましたね、はい、近畿大学がコイントスを勝ってどちらを取っていくのか。ここでコイントスに参加された小学生の皆さんが退場されます。さあ今元気にフィールドの外に駆け出していきました。小学生の皆さんに温かい拍手が送られています。晴れ渡る快晴の下、大阪府長居緊張スタジアムにてまもなくキックオフです。あ、普通に近代がレシーブを取りましたよね。近畿大学のレシーブで、ゲームが、開始していきます。前半近畿大学レシーブ。さあ今両チームがっちりと握手を交わして自らのチームの元に駆け寄っていきました。関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1第5節、近畿大学対神戸大学の試合が間もなく幕を開けます。神戸大学のキックで試合がスタートしますので、近畿大学のオフェンスからという形になりますね。そうですね、はい、近畿大学としては、さっきおっしゃっていた通りこのファーストシリーズどれだけこうランを、はい、
使っていけるかというところも、まあ、一つポイントになってくるかなと思うんですが、ですね、はい、まあ、特に、ね、先ほどちょっと申し上げなかったんですけど、近畿大学、クォーターバック、ワイドレシーバー非常に若い選手が多いと、そうですね、はい、でこういった選手というのは、ね、勢いに乗り出すと非常にいいプレー、してくるんですけども、やはり安定感といったところではやはり上級生には劣るところがありますので、やはり近畿大学としては再三申し上げている通りランプレーで、リズムを作っていきたいところだと思いますよね。なるほど、そうですね、クォーターバックは、スターティングメンバーは 1年生の高谷、そしてワイドレシーバーも、小梶、そして山田に関しては1年生ですからね。そうですね、はい、この若い選手がこう本当に勢いに乗ればやはり強いとは思うんですが、まずはランでしっかりと、まあ、テンポよく試合展開を行っていきたいというところですね。やはりある程度近畿大学としてはパスを使うにしてもランプレーである程度集めておいて、また前に引き寄せておいて、余裕のある段階でパスを投げると、そうですね、はい、そういったところをやりたいんだろうなと思いますけれども、さあ神戸大学のキックでこちらの試合スタートとなります。今キックオフです。ボールをさあ出しました。イエローが飛びましたね。そうですね、キックオフが直接、サイドラインを割ったということで、フリーキックのアウトバウンズですね。なるほど、はい、この場合はどのようになるんですか。まあ5ヤード下がって蹴り直すか、自陣35ヤードからオフェンスをするのか、もしくは出た地点から5ヤードバッタイかということですけども、なるほど、そうですね、近畿大学としては今リキック、まあ、もう1回キックをやり直すということを選択したようですね。なるほど、なるほど、はい、さあ5ヤード下がって、キックオフのやり直しになりました、はい、結構珍しいケースですかね。いや、あんまりたまにありますか。あります、あることはありますよね。やはり少なくはない反則ではあるんですけども、はい、ただ最近こうやってリキックの回数が増えてますので、あ、そうなんですね、はい、これずっと繰り返していけばどん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 自陣が苦しくなって、そうですね、自分が苦しくなっていきますので、はい、さあ神戸大学のキックで改めてキックオフです。さあ左の方にボールを蹴っていきました。矢部選手がボールを持って左サイド駆け抜けていきます。といいリターン見せましたね。そうですね、はい、ちょっと、まあ、神戸大学今のところ2つほどタックルミスがあったかのように見えてますんで、ああいったところしっかり切っていきたいところですよね。そうですね、はい、さあ近畿大学は自陣約40ヤード付近から、ファーストシリーズがここから始まっていきます。さあこのファーストシリーズ、まあ、どのような展開をしていくかというのは非常に注目されるところだとは思います、はい、クォーターバック12番の高谷が入っています。今日のスターティングメンバーをこちら表示をさせていただいております。かなりタイトですね。そうですね、さあランプレーに抜けていきます。集まりが早いが中央抜けていくぞ。最終的にうまく集まって止めました結果、まあ、1ヤードぐらいですかね。反則があったんですかね。反則はありましたかね。約2ヤードの前進と出てますが、特に反則はなさそうですかね。そうですね、はい、イエローが出てませんね、はい、さあ続いて神戸大学のスターティングメンバーをご紹介しております。ディフェンスラインキャプテンを務めるのは久保選手です。さあ少し広い距離に取ってきました。中央つく、これ神戸大学いいディフェンス見せてますね。そうですね、ラインバッカー47番の、田中君ですね、はい、4年生の田中がしっかりと止めています。さあやはりランランと今のところ来てますね。そうですね、はい、でまあ、ただね、神戸大学最初のキックオフおよびファーストプレーと、はい、この辺でちょっとタックルミスがね、はい、見えたんですけど、今の田中君ね、しっかりブロッカーを外して、外からタックルしたということで非常にいいプレーでしたよね。なるほど、はい、さあいいプレーが出ています。神戸大学のディフェンス、さあ対する近畿大学のオフェンス陣はどう出てくるか。右サイド、さあ高谷自ら持っていきますが、これはクォーターバックしっかりと抑えています。49番の秋篠選手ですかね、今のですね、はい、しっかりと落ちていきますが、パスプレーを試みたんですけれども、はい、高谷選手最終的に自ら持ち込みましたが、ここはロスタックルを受けています。
どうなんですかね、今のプレーも、はい、あの決め打ちだったのか、それとも、やはりパスで投げようとしたのか、ちょっと定かではないですね。はい、判断が難しいところではありましたが、はい、近畿大学パントのフォーメーションです。さあ最初のシリーズはパントで終わりそうです。さあ切り上げていきました、右サイド、イターナの上を越えていきます。そのままいい位置にボールが落ちましたね。ですね、はい、まあ今のどうなんですかね、21番の長峰くんですか、はい、あ違う、すいません、長峰くんは近畿大学です ね、 そうですね、神戸大学21番でいうと林くんですか。林くんですね。ちょっとね、プレーはちょっとあまり消極的すぎましたよね、はい、出るかもしれないっていうところはあったのかもしれないですが、まあ、間違いなくタッチバックを狙ってというプレーではあったんですけれども、ね、ただだいぶバウンドしたのも手前でしたのでね、そうですね、もう少し早めに取ってもよかったかもしれないですね、ま、ですね、はい、確かにあのパンターの、長手くんですか、はい、のキックも非常に伸びてね、そうですね、はい、でちょうど今の時間帯あの南北に取られてるフィールドのからするとやはりちょうど太陽が目に入ったんだろうなと思いますけども、なるほど、ちょっとその前で取って、まあ、すぐにダウンするっていう形でもよかったかなと思うんですけども、はい、さあ神戸大学のファーストシリーズが行われます。さあキュービー自ら持っていきます、うん、押し込んでいって、さあ中央をついていきました、はい、まあ、今のプレーで言いますと、もうほとんどボールがゴールラインかかるかかからないかギリギリのところでしたので、まあ、ああいったプレーしかできないですよね、逆にね、はい、さあかなり苦しい状況から神戸大学のオフェンスはスタートしています。1ヤード前進してセカンダンナイン、セカンダンナインで神戸大学の攻撃がこのままスタートしていきます。そうですね、まあ、ここだとね、さすがにその桜井君のパスといっても非常に奥行きもないですし、そうですね、万が一サックしされたらとかっていうこともありますので、まあ、こういった形の保守的なプレーになってしまいますよね。さあ中をついていきます。いい形で少し前進をしていきました。ランニングバック、あ今のクォーターバックですね、クォーターバックの9番の鳥取選手ですね、はい、7番と、はい、投げるシチュエーションではないということであれば別にあえて不調明けの桜井でもなくてもいいですよね、はい、さあしっかりと前進を重ねてサーダン3ほどもシチュエーションになってきました。ここからになるとまた、まあ、パスも含めて生きてくるという形ですかね。ではね、やはりゴール前10ヤードゴール前10ヤード切ってますので、はい、まあ、パスというよりもそうですね、やはりこういったプレーになりますね。しかし、キュービードローファーストダウンは獲得したいですね。そうですね、ファーストダウン取りましたね、はい、まあ、あの面白いプレーですよね。先ほど、鳥取君をランプレーで持たせて、であえて桜井君を入れて、パスを投げると見せかけてクォーターバックドローと、はい、今のはもう神戸大学の、まあ、してやったりという形ですね。ですね、まあ、あのおそらくそういったところを裏を書いたプレーだとは思いますけども、はい、さあ神戸大学、なかなか面白いプレー、そうですね、神戸大学ファーストダウンを取っていきました、はい、さあファーストダウンを取って少しずつ前進を進めていきます。ゴール前1ヤードからの攻撃でした。さあ中央ついていきます。あ、いいディフェンスですね、近畿大学、うん、そうですね、今のおそらくラインバッカーの選手だと思いますけども、はい、ラインバッカー1番の塚本選手ですかね、3年生の塚本選手がいい反応を見せていきました、はい、まあ、ギャップ自体は空いてたんですが、そこにちょうど、ま、うん、そうですね、ああいう風に空いてると見せて、そこからブロッカーをかわして、しっかりタックルすると、はい、そうですね、いいタックルを見せていきました、はい、うん、グッドプレーですよね。そうですね、さあほぼ前進はありません。セカンダン10の状況のまま続いてのオフェンスに移ります。クォーターバックは桜井選手、右にワイドを取ります。パスを選択、パスを投げまして、パス成功、今日初めてのパスが通りました、はい、18番の多田選手ですね、はい、ちょっとどちらにいたかは分からないですけども、はい、まあ、うまく外に出ていって、流れていって空いたところにと、まあ、桜井君いいコントロールでしっかり通しましたよね、はい、
さあもうワイドレシーバー多田選手、八田選手はもう補給数は本当にリーグトップ5に入る選手たちなので、はい、まあ、にもかかわらず点が取れてないというのがね、そうですね、はい、得点力というところも非常に重要になってくるので、そうですね、はいはい、どちらも先制点が欲しいところではあると思います。神戸大学の攻撃、ファースト点です。いや、いいタックル、これもいいプレー出ましたね、うん、はい、まあ、今のクォーターバックと取り組んで左サイドへのオプションプレーと、はい、うん、ディフェンスバック25番の2年生木村選手が最終反応してタックルをしていきました、うん、まあ、コーナーバックの選手ですからね、今の確か両タイトエンドで、両サイドにワイドレシーバー開いてと、だいったプレーで、コーナーバックが、うん、食いついてきてるっていうことですよね。なるほどなるほど、はい、逆に言ったらああいったプレーから仮に鳥取君を使っても、奥に一つポンと投げるっていうのも面白いかもしれないですよね。そうですね。さあ今はタックルをされてしまいましたが、逆に振っていくとまだまだいろんなオフェンスの展開が見えそうです。さあクォーターバック、さあトリックプレーから投げていきました。これはパス不成功なんですが、ちょっと面白い動きしていきましたね。ですね、はい、まあ、ああいったプレーでね、昔自由の女神、まあ、スタチオブリバティとかっていう形で、はい、ああいった形ですっと渡すっていうプレーは昔からあったんですよ。そのフェイクのプレーですよね。そうですよね、はい、渡すかと見せかけて最終的には、ね、はい、自ら持ってパスをしていきましたが、うん、これはパスです。ただ、まあ、近畿大学もね、しっかりディフェンスは反応してましたね。ただ、まあ、奥が空いていたんでね、しっかり落とせれば、そのままロングゲインっていうプレーだったとは思いますけども。さあサードアンドロング、パスを選択、さあ自ら持っていきます。さあサーダンの攻撃でしたが、ここは近畿大学が守備がしっかりと止めています、うん、はい、まあ、あのシチュエーションでね、まあ、確かに1ヤード欲しいかもしれないですけども、はい、まあ、何よりもクォーターバックですんで ね、 そうですね、潰れてはいけないということで、もう早々にスライディングしたのは、あれは決して非難されるべきプレーではないですよね、はい、さあ早い展開でパントを蹴っていきます。近畿大学取った後、ああいいタックルですね。あ、非常にいいですね今の出足。そうですね、今のはもうナイスタックルですね、はい、さあ近畿大学15番の小梶選手がキャッチをしたところ、神戸大学しっかりとタックルをして止めていきました。お互いのファーストシリーズを終えたところなんですが、はい、ここまで見ていかがですか。そうですね、ファーストシリーズ特に近畿大学でいうと、まあ、ファーストプレー、まあ、ロスはなんとか避けたもののプラス1ヤード2ヤードで、セカンドダウンでほぼノーゲインということで、サードダウンロングになってしまうと近畿大学苦しいところあると思うんですよね。なるほどなるほど、はい、そういったところでしっかり神戸大学が止めたというのがファーストプレー、ファーストシリーズ近畿大学に関してはですね。左の中に入っていきます。これも神戸大学しっかりと反応していきます、はい、ですね。で今のはもう完全にそのノーズタックルに今日入っているであろうキャプテンの久保君ですかね、はいはい、その久保君がちょうど左サイドから来て、まあ、タックルはできなかったけども、そこである程度コースを切って他の選手がタックルすると、まあ、いいプレー、いいディフェンスですよね。集まりも含めていいリズムでしっかりと神戸大学近大のランを止めていってます、はい、さあクォーターバック高谷自ら持っていきますが、うん、これもいい反応で神戸大学しっかりと守備をしています。なかなか進めませんねランで。そうですね、まあ、サードダウン6、これ近畿大学としてはどのようなプレーをコールするのかと。そうですね、確かに、うん、そうですね、ランに行くにはちょっと距離はありますからね。ですね、はい、さあパスを選択するのか、それとも得意のランを出してくるのか。さあクォーターバックは高田山、中を抜けていくラン、ファーストダウンを取りましたね、取りましたかね、はい、最終中をついていきましたね、はい、まあ、今のねこっちサイドに3人出してディフェンスを広げておいてと、で神戸大学としてもセーフティー1枚上げてきて、はい、中央のランはしっかり見るぞという形だったんですけども、ちょっと間に合わなかったという感じですよね。なるほど。さあ近畿大学今日初めてのファーストダウンを取っていきました。さあ中央にランニングバックを固めていきます。フラッグが飛びますが真ん中抜けていく、中央ついていきました。
5、6ヤードゲインしましたが、ここで反則が発生している模様です。両サイドから出ているのでオフェン、ディフェンスのオフサイドかなとは思うんですけれども、さあランニングバック37番萩野谷選手が中央ついていきましたが、ここで反則が発生している模様です。イリーガルフォーメーション、近畿大学ペナルティ5ヤードファーストダウン。近畿大学が5ヤード下がってファーストダウンやり直しという形になりました、はい。まあ、イリーガルフォーメーションということで、あ、そうですね、おそらく、画面奥のワイドレシーバーの選手が下がっていて、はい、バックスの数が多かったっていう反則ですよね。なるほど、はい。こうしたやっぱりミスっていうのはやっぱりこう避けていきたいところですね、特に序盤に関しては。序盤そうですね、特に近畿大学に関してはそれほどパスがない、今までのスタッツ ではそれほどパスが得意ではないという状況で、やはりロングのシチュエーションは作りたくないですよ ね、はい。中に入れていきます、いいディフェンス、神戸大学いい反応をしています、はい。でここでセカンドダウン15、14となってしまうと、まあ、1回あたり7ヤード取らないといけないということで ね、選択の幅が非常に狭まってしまいますから ね、はい。まあ、もちろんね、それほど近畿大学としてもこれまで取ってはないですけど、もちろんパスもね、投げることは投げるかと思いますので、そうですね、はい、一概にこれが絶対ダメだというわけではないでしょうけども、はいはい。さあ、まあ、クォーターバックも、まあ、高谷選手以外にも渡辺選手、小林選手という、まあ、いろんなクォーターバックの選手もいらっしゃいますから、まあ、どのタイミングでどの選手を起用していくかというところも重要になってくるかと思います、うん。さあ右サイド抜けていきそうだが、うん、止めていきましたね。今のは中のプレーに対してのディフェンスを厚くしようという形でラインバッカー2人入れたんじゃないですかね。そうですね、はい。さあ萩野谷選手が右サイドついていこうというところでしたが、はい、ここは神戸大学の守備に阻まれています。そうですね、これ見てみても、あ、今あ、そうですね、だから、今ので言うと47番の、田中選手ですね、田中君がコースを切って外に膨らまして、さらにその後ろからのフォローで止めると、はいはい。集まりもいいですね、それで言うとです、ね、はい。ここでサーダンナイン、クォーターバック自ら持っていきます、うん。高田に持っていって倒れない、まだ倒れない。さあ微妙な位置まで行きました、ギリギリ届いて、オフィシャルの、シグナルを見ていると、まあ、止まってはいるとは思うんですけども、はいはい。ただ再三申し上げてますけれども、神戸大学としてはちょっと今日タックルミスが、ね、目立ちますよね、はい。まあ、本来だったらもうちょっと前で止めれたプレーですんで、はい。さあクォーターバック高谷選手、さあフォースダウン、まあ、パントを取りますね、はい。さあファーストダウンには至りませんでした、フォースダウンシチュエーションでパントを選択しています近畿大学。さあギャンブルプレー、あ、抜けていきます。さあファーストダウン取ってそのまま左サイド抜けていく近畿大学、ビッグプレー飛び出しました。さあスペシャルプレー出ました ですね、はい。まあ、もちろんね、自陣、50ヤードぐらいしてスポーツダウン1と、はい、言ったところで、まあ、確かにやりたくはなる状況ですよね。そうですね、はい。でただやはりこれを招いたのも結局神戸大学のタックルミスですよね。サーダン8だったら間違いなく今のコールはされてないと思いますので、確かに、はい。しかも走っていたのがディフェンスラインの選手ということ ですよね、はい。まあ、そうなるとやはり神戸大学小さい選手が多いのでなかなかしんどいですよね。さあ近畿大学先制点のチャンスに来ています。37番萩野谷中央ついていきます、さあこうやって、ね、少しずつゲインを重ねていくっていうところも非常に重要になってきますよね、はい。ですよね、はい。で今のも、ファーストタックラーとしては1人ボレ、メジラインの後ろまで来てたんですけども、そこから縦に切り上がって、プラス5ヤード6ヤードですから、そうですね、はい。非常に萩野谷君いいランニングですよね。さあ徐々に近畿大学がドライブを進めています。中央入っていきます、ここは止められてしまいましたね。そうですね。さあかなり日差しも厳しくなってきました、ここで第1クォーター終わりましたね。さあ第1クォーターが終了です。第1クォーターが終了して0対0のまま第2クォーターに移っていきます。やはりかなりテンポの速い試合になってきましたね。まあ、特にね、神戸大学は自陣奥深くからのオフェンスということでそれほどパスを投げていない。そうですね、で近畿大学は もちろんチームのスタイルとしてランプレーが中心であるということで、全く時計止まらないんでね。そうですね、はい。
さあ第1クォーターが終わりまして、得点に関しては0対0のまま第2クォーターに移っていきます。さあ第1クォーターだけ振り返ると、まあ、徐々に特に後半は近畿大学が勢いを見せてきているようには見えたんですが、どこ、いかがですかね。そうですね、まあ、近畿大学かというよりかはやはり神戸大学のディフェンス陣がしっかり決めるべきところで決めきれてないといったところの印象が強いんですよね。まあ、そうですね、これは もちろん私自身が神戸の OB だっていったところがあるのかもしれないですけど、なるほど、そういった視点で、はい、見てしまうところもね、あるかもしれないですけども、はい、やはりですね、そのなかなかもちろん萩野君、非常にいいランナーですので、そうですね、一人でしっかり止め切るといったところは難しいのは分かるんですけども、うん、まあ、そうです、そういう意味では逆に言うと萩野君のを中心とした、近畿大学のキャリア陣の、クイックネスが非常にいいという言い方もできるかもしれないですよね。萩野選手はここまでのアベレージは 3.3 ヤードということで、はい、まあ、ボールを渡せば、まあ、ある程度まではやっぱり進んでくれるというような、そういった信頼感もあるのかもしれないです ね、しかもその 3.3 ヤードといっても、序盤戦ですから、管率と、そうですね、強豪チームとですよね。それで 3.3 ヤードですから、もちろんあの素晴らしいというと、非常に失礼な話にはなるんですけれども、はいはい、決して悪くはないですし、悪い数字ではないですね、はい、なかなか穴開けてくれないケースというのは多いので、はい、はい、さあ近畿大学が先制点のチャンスを迎えています。サーダウン6のシチュエーションモーションから一応いけていきます、中に抜けていきます。これは数ヤードのゲインにとどまっていそうです。ですね、まあ、ここはまず先制点をという感じですかね。そうですね、はい、フィールドゴールですね、はい、キッキングチームがおそらく入るでしょう。うん、ただまあね、ここもフォースダウン3ぐらいということで、神戸大学も、フィールドゴールだと決めつけるのは、先ほどのこともありますもんね。まあ、先ほどやってますんで、逆にねこういったところではやらない可能性の方が高いかなとは思いますけども。さあキッカーの望月選手が入っています。先制点のチャンスを迎えているのは近畿大学。今ボールを蹴っていきましたが、外れました、ね、これは外れましたかね、うん、外れました。さあ30ヤードほどの距離ではあったんですけれども、外してしまいましたね。先制点を奪うことはできませんでした近畿大学、はい。まあ、近畿大学としてはやはりちょっともったいないですよね。そうですね、いいところまでやはりドライブを進めていったところではあったので、はい、でしかもそのスペシャルプレーでロングゲインをして敵陣まで入ってきて、そうですね、はい、そういったところでやはり、0点で変えるというのはちょっとね、もったいないですよね。まあ、気持ちの切り替えは必要になりますよね、はい、そうですね。さあ神戸大学、近畿大学のまあ、無失点に抑えた状況で、少しモーションで変わってきました。フォーメーションを変えてきた状況からランに入ってきます。中を抜けていきます。さあ5ヤードほど、 5,6 ヤードほどでしょうか。5ヤードですかね、そうですね、はい、ちょうど今のがフィールドゴール失敗の後で、20ヤードからですか、6ヤードから7ヤード弱ですかね。さあランニングバック22番の中平選手が、中をついていきました。はい、今のもちょっとまあ変わったプレーですね。まあ、そうですね、対シフトして、ちょうど中央に集めといて、で左サイドから2人の選手がプラウトしてきてと、まあ、立命戦なんかでも結構神戸大学こういったプレーよくやってたかと思いますけども。さあ神戸大学さまざまなフォーメーションから攻撃を今日繰り広げています。パスを選択しました。ターゲットを探します。さあ自らクォーターバック、桜井持っていきました。ファーストダウンを取りましたね。ファーストダウンを取っていきました。で、はい、ここで、45番の選手がヘルメットが、そうですね、ちょっと抜けていきました ね、はい、ね、最近のヘルメット非常にクッション性が高まってね、そういった面ではいいんですけど、結構ね脱げやすいんですよ ね、 そうですね、今シーズンもよく脱げている選手を、はいはい、見ることがありますの で、 ですね、はい、まあ、怪我には、ね、注意はしていただきたいんですが、さあそういう、もう選手の入れ替えってやはりかなり影響を受けますからね。ですね、はい、さあ神戸大学の攻撃、今度は一転して比較的タイトなフォーメーション、そうですね、さあ左にワイドを取っています。キュビー投げていきました。ターゲットはパスは不成功です。
ちょっと手元もたつきましたね。ちょっとねエクスチェンジがうまくいかなかったみたいですね。はい、さあ7番桜井選手からのパスを試みたんですが、ここは不成功です。もうそれでいうと神戸大学もちろんパス主体ではあるんですけれども、はい、まあ、ランも時折こう織り交ぜて、そうですね、あの、まあ、パスの方が、パス、近畿大学と比べると、はい、あくまでも今日の試合でいうと近畿大学と比べると、ね、パスの比率が高いことは事実ではあると思うんですけど、やはりその関西学院であるとか、そういったところみたいに、まあ、ある程度パスだけでもつなごうと思ったらつなげるというほどの力があるわけではないですね。なるほどなるほど、はい、さあ桜井選手クォーターバック、さあどんな選択をしていくか、中に行けました。近畿大学いいディフェンスで止めていきま す、はい。さてここでサードダウンロングが残りました。そうですね、はい、サードダウンロングのこのシチュエーションになって神戸大学がどのようなオフェンスを選択をしてくるかと、はい、うん、おそらくまあパスを通してくるようにはパスを、うん、投げるんでしょうけれども、結構今日 2回か3回ほどもうすでに桜井君スクランブルしてますよね。そうですね、うん、逆に言うとパスカバーに対してワイドレシーバーがフリーに慣れてないということかと思いますので、なるほど、実際にあのしっかりした形で投げれたのが1回だけ、ね、そうですね、はい。さあこのシチュエーションからどのような攻撃を繰り広げていくか、サーダーロングのシチュエーションです。タックル投げていきます。いい集まりでタックルをして、ここは近畿大学の守備に軍配が上がりました。しかしフラッグが出てます、向こうからということですので、今のモーションとかシフトとかはありました。いや、モーション自体はおそらくなかったので、とすると、まあ、1人しか出てないということはオフサイドなのかなとは思うんですけれども、ね、まあ、フォロスもあるかもしれませんが、オフサイド、オフサイドですね。ディフェンス、近畿大学91番ペナルティ5ヤード。まあね、近畿大学としては、サーダン12-3ということ で、ね、ついついまあ前に行きたくなるという気持ちの表れなのかもしれないですけども、まあ、もったいないですね。そうですね、まあ、対する神戸大学からすれば少しまあラッキーな形にはなります ね、はい、ちょうどあの、コールの、まあ、おそらく読んで行ってたと思うんですけども、それがちょっと早かったですね、ノースタックルの選手、はい。さあシチュエーションが変わっていきます。サーダン7になりました。クォーターバック直接持ってパス成功、ファーストダウン更新です。ターゲット4番望月選手、タイトエンド望月選手へのパスが成功して、ファーストダウンを更新しています、はい。今ので少しやっぱ流れは変わってきますね。うん、そうですね、超綺麗なプレーですよね今のね。そうですね、はい、しっかりとパスも抑えて、うん、そうですね、はい、フリーの左サイドから右サイドに流れてきて、うん、で右サイドに流れてきたクォーターバックの桜井くんが、しっかり奥から入ってきた望月くんへのパス。今のはしっかりとオフェンスラインもパスプロテクション持ってましたし ね、まあ、確かにちょっとあのロールアウトしてる分だけ、あのパスプロテクションは持ちやすいは持ちやすいですけども、そうですね、はい。あー、もったいない。さあここで反則が発生しました。デアですね、デアですね、はい、ちょっともったいないですね。うん、ちょっとね今のはね、外からも声が出ていることを考えると、はい、うん、スナップ前の反則です。ディレイオブゲームオフェンス神戸大学、はい、ディレイオブザゲームの反則が出てしまいました、うん、神戸大学です。まあ、神戸大学としては、まあ、選手の数であるとかそんなものもひっくるめて、はい、極力プレスを減らしたいということで、まあ、あのずっとああいう形で横から入れながら40秒ギリギリまで使うということはよくやるんですけども、しっかりとそういここをやらな、あ、ここで鳥取出てきましたね。そうですね、クォーターバック変わりましたね、はい、鳥取選手が出てきてます。さあラン右サイド、走っていきましたが、わずかの前進でとどまっています、はい、神戸大学29番の選手ですね、はい、ただ今の30番のラインバックの鈴木くんですか、はい、1年生の選手みたいですけども、はい、ちょうどね前は空いてたんで、彼がいなければもっとロングゲインになってましたからね。そうですね、はい、ここで止めて、非常にいいプレーですね、はい、ナイスプレーでしたね、はい、持っていたのは29番中塚選手が持っていきましたが、はい、ここは近畿大学の守備に阻まれています。神戸大学の攻撃、セカンダン10です。キュビ自ら持っていきます。少し足元、
滑ってしまいましたが、うん、それでも 4,5 ヤードほどですかね。そうですね、ゲインしていきますね。サードダウンで4ヤードぐらいまでは持っていきましたから、まあ、ちょっとセカンドエフォートというにはちょっとどうかという気はしますけれども、ね、まあ、それでもね、しっかり持ち直して、はい、今日も櫻井選手と鳥取選手を、まあ、ほぼほぼ櫻井選手が出てはいるんですけれども、はい、まあ、要所でこう使ってきますよね、鳥取選手も。そうですね、はい、おそらく近畿大学としては すみません、鳥取選手が出てきた時には、はい、ある程度ランという形で決めて、にかかってるような感じはするんですよね、ディフェンスを見てると。そうですよね、ですよね、はい、さあ、いい反応しました。左をつくランプレーを試みましたが、ここは近畿大学の守備に阻まれていますですね、はい、今のちょうどプレーサイドのラインバッカー逆サイドにクロスして入ってくるならブリッツ入ってたんじゃないですかね。そうですね、ラインバッカーが中に、そんな動きしてましたよね。そういう動きからすると、確かあのプレー自身はちょっとしんどいはしんどい。あ、そうですね、そこから切り返してですね、はい、中に入っていって、うん、まあ、コースをしたという形です ね、はい、素晴らしいですね、うん、んここでタイムアウトを取りました か、ね、近畿大学チームタイムアウト。そうですね、チームタイムアウトですね、はい、近畿大学が前半一つ目のタイムアウトをここで取っています。1回目、ここはどういう意図なんですかね。そうですよね、まあ、フォースダウンで神戸大学がパントというところではありますが、はい、まあ、先ほど近畿大学がやったようなことを、注意させるという意図があるのかもしれないですけども。そうですね、うん、まあ、フォースダウン、まあ、とはいえ距離は多少はありますので、まあ、ただ先ほどのね、近畿大学と違って今度敵陣入ってますので。そうですね、はい、何が起こるかはもちろんわからないんですが、ね、まあ、ここで前半一つ目のタイムアウトを近畿大学が取っています。まあ、守備側、まあ、リターン側なんで、まあ、考えられるとしたらそういったところ、そうですね、注意するべきところというのを確認するか、まあ、人数の問題があったのかもしれないですけども、そうですね、選手交代のミスや人数の変更があったのかもしれません。さあ、神戸大学フォースタウン、バントを通常通り蹴っていきました。さあ、ショートの距離当たっていって抑えていきましたが、今のは非常に神戸大学としてはもったいないですよね。近畿大学、もうちょっと転がしたかったところではあるんですけども。さあ、近畿大学が取って、はい、近畿大学のオフェンスがここからスタートしていきます、はい、もう少し奥まで、ね、転がしていければというところではあったんですが、ただまあね、ああいったプレーの後っていうのはリターンチームは非常に、まあ、ほぼフリープレーになっちゃいますので。そうですね、あそこでまあそのまますぐに近畿大学の選手が抑えてくれたのは神戸大学ラッキーではあるんですけども、はい、さあ、クォーターバックが18番の小林選手に変わっています。さあ、地を作らん、まだ倒れない、抜けていきましたが、まあ、数ヤードのゲインにとどまっています。そうですね、ただまあね、1人目が、行ってかわされる、まあ、この辺までは、ね、ほぼ、近畿大学のランニングバック陣がかわしていますよね。そうですね、はい、まあ、それでいうとこう最初におっしゃられたこうタックルミスっていうのが、うん、まあ、これからもやっぱり非常に影響を与えてきそうですね。そうですね、今度また疲れてくるとね、はい、さあ、小林選手からのパスは取りましたが、さあ、一発だったと。今のは非常にいいプレーですね、いいですね、はい、さあ、早めにパスを試みてパスは成功したんですが、その後の集まりは非常に良かったですね、ブロッカーの処理の仕方からそこからのプレー、動きも川手君完璧な動きでしたね。そうですね、はい、今のはナイスディフェンスでしたね。ですね、はい、でちょうどプレー出てきますけども、はいはい、ここから いいプレーですね、かわした後そうですね、しっかりと見てましたね、はい、ターゲットも含めて、でちゃんと、正面に入らせず外にいるレシーバーを、見ながら外に体を動かした。はい、サーダンナインのシチュエーション、サクオタ枠パスを選択、ターゲットを探します、自ら持って投げました、これは、そうですね、まあ、投げ捨てたという感じですよ ね、 ね、はい、あのままだと、まあ、ロスをしてしまうということで、はい、外に投げ捨てました。さあ、小林選手変わってきますね、フォースダウンになりますからね、フォースダウンですね、はい、フォースダウンシチュエーションになります。さあ、近畿大学ちょっと攻撃のなんかこうスタイルを変えてきたようにも見えた、ね、このシリーズでしたが、はい、まあ、ちょっと目先を変えるっていう感じはあったのかもしれないですけども。そうですね、はい、まあ、クォーターバックが高谷選手から小林選手に変わっていったと、さあ、新しい試みはしたんですけれども、このシリーズはファーストダウンを取るには至っていません。フォースダウンシチュエーションアントになります。さあ、少し低くなりましたがきっちりと取っていきました、
やや距離は浅いが神戸大学取っていきます。おお素晴らしい身のこなし、かわしていきます。しかしアウトバウンズ、アウトバウンズ出ましたね、はい、今の切り返しはなかなかいいプレーでしたね、うん、はい、まあ、あのこういうことを言うと、まあ、現役の人たちに怒られるんですけど、はい、まあ、うちらしくないと言いますね。なるほどなるほど、はい、いやでもそうですね、昔だとね、あの例えばあの古くは古くというほどでもないですけど、大園君であるとか去年までいた麻生君みたいな選手だったら、まあ、あんなプレー結構よくやってたと思いますけど。あ、なるほど、はい、まあ、木下選手、まあ、少しでもやっぱ多くリターンを稼ごうというふうな動きが見えましたね、はい、まあ、木下選手ね、あの非常に運動能力高いということですので、はい、まあ、いったこともできるはできるんですけども、もうでもああいった一つ一つのプレーの積み重ねがやはり、ね、ファーストダウンも含めてタッチダウンにつながってきますので、はい、さあ神戸大学オフェンスファーストダウン10のシリーズです。さあクォーターバック自ら持っていきます、うん、桜井選手持っていきました。結構激しい音がしましたね。うん、そうですね。さあ自ら持っていきまして 3,4 ヤードほどでしょうか、はい、ゲインしています。セカンダンセブンになりそうです。さあ今の動き出ますかね、うん、さあこれはあでも自ら持っていくプレーですね。ちょっと微妙な感じはするんですけれども、はい、さあセカンダン6ですね。セカンダン6になります。神戸大学さあ3、4、近畿大学クォーターバックからリバースをして左サイドボールを見ていきます。前進していきましたが、はい、2ヤードほどですかね、前進に定まってます。3ヤード、4ヤード、そうですね、まあ、サーダウン2、3までは持っていきましたね。それで、ね、神戸大学のリバースというとね、京都大学戦で一度あの試合終盤で、そうですね、まあ、鳥取君がクォーターバックに入ってもうほとんどパスを投げていないという状況での、試合終了、まあ、残り5分ぐらいですかね、40ヤードぐらい、確かあれも林くんだったと思うんですけど、うん、そうですね、今のも林選手でしたから ね、はい、ですね、はい、さあサーダン3になりました。木下選手さあ中に、ね、左に行けますが止められています。ここは近畿大学の守備に阻まれているという形です、はい、あと一歩がちょっと出ない形になりましたね。うん、そうですね。さあフォースダウン少しロスをしてしまいましたのでこのままフォースダウンになります。なかなかねあのサーダウン2、3の時の、決め手にかけるっていう感じはありますよね。そうですね、はい、まあ、パスなのか何なのかっていうところも含めて、ちょっとサーダウンのそこの数字が出てませんが、さあバウンダーを蹴っていきます、うん、さあどうバウンドするか。あこれはいいバウンドですね。そうですね、いいバウンドですね、はい、しっかりと見て、相手敵陣深くボールを蹴り込んでいきました。ここで攻守交代です、はい、さあ第2クォーターも残すところ1分45秒、はい、やはり結構早い試合展開ですね。ですよね、はい、まあ、今のもねあの木下くんパンターですか、はい、あえてやったのかもどうか分かんないですけども、非常にいろんなキック使い分けてますよね。今のもちょうど縦に回転するような感じで、あそうですね、はい、もちろん普通にそのスクリューをかけて遠くに飛ばすというプレーもありますけれども、はい、やっぱ距離に応じてそこを使い分けているという可能性はありますね。まず神戸大学としては絶対リターンはさせたくないと思いますので、近畿大学の選手スピードありますから。そうですね、はい、さあ近畿大学の攻撃、さあ抜けていきますよ、オープンプレー。さあ左のオープンをついていきまして、ファーストダウンも、いや、ファーストダウンまではあと5ヤードぐらいありますかね。とここでどっちが取りました、神戸大学が取りました、ね、神戸大学が取りましたね、はい、さあ前半神戸大学が前半1つ目のタイムアウトをこのタイミングで取ってきました、うん、そうですね、ここで要は3つで止めて1分ぐらい残したいという意図ですよ ね、神戸大学としては、まあ、特にね自陣敵陣奥深くにボールがありますので、はいはい、ここでもし3アンドアウトで終わらせると、まあハーフウェイライン付近でボールを持てますので、はいはい、そうするとまあ神戸のパスも含めて、まあ、攻撃としても可能性はありますからね、はい、さあ第2クォーターは残すところ1分29秒ですね、はいはい、そうなった時に、ね、まあ、他のチームです、関西学院なんかは非常にうまいんですけどね、残り1分の使い方とかっていうことになると、はい、さあ
まあ、後半に向けても前半この残り時間の使い方も非常に重要になってくるかと思います、はい、セカンダー3、うんうん、血を抜けていきます。ファースターを取りましたね。ここでファースターを取りましたね、はいはい、さあファースターを取っていきました。クォーターバックは4番の渡辺選手が入ってますね。まあそうですね、いろいろと選手を入れ替えていって、うん、そうですね、はい、でここで近畿大学としてはどう考えるのかっていうことですよね。まあ、ね、あのパドルのテンポなんかを見ているととにかくここで、もう無理はしないという感じはするんですけど、無理はせずにこのまま前半を終えていこうっていうところも見えますけれども、はい、さあクォーターバック高谷ですね、ですね、はい、はい、今日は高谷そして小林そして渡辺を使い分けてますね、はい、あちょっと早かったんじゃないですか、はい、ボールをこぼしましたがイエローフラッグ出ていますので、はい、何か反則が発生した模様です。ちょっと右サイドのタックルの選手早かったんじゃないですかね、うん、さあどのような反則がコールされるんでしょうか。前半は残すところ1分を切りまして55秒、得点は0対0のままです。近畿大学がフィールドゴールで3点先制かと思われたんですが、こちらのフィールドゴール決めきることができず0点のままです。0対0、近畿大学対神戸大学の試合は0対0で試合が進んでいます。ここはさあどのようなコールがされるんでしょうか。イエローフラグ、おそらく反則自身は、フォルスタートだと思います、ね、フォルスタートですね。で残り1分を切っていますので、残り1分を切っていますので、はい、あの今のルールで10秒減算といったところがあると。なるほど。ただし近畿大学がタイムアウトまだ残っていますので、はい、これを使うことでその10秒減算を回避するとことができるんですね。ホルスタオフェンス近畿大学55番、はい、5ヤードのペナルティでルールに基づいてゲームクロックを10秒減算します。ゲームクロックを45秒にセットしてください。そうですね、近畿大学としてはまあこの辺からも完全にもとにかく前半はこのまま終わればいい、ね、ということですよね。なるほど、はい、さあ減算をして45秒で試合が再開します。そうですね、はい、先ほどちょっと申し上げましたけどタイムアウトを使ってね、はい、それをやめ、回避するということはできるんですけども、まあ、ここでは特にそういった選択をする必要はないと判断したんですね、はい、うん、さあクォードバック自ら走っていきます。さあ振り切ろうとしましたがここはしっかりと止めていきました。高谷自らボールを持ち込んでいきました、はい、左サイドを駆け抜けていきましたが、さあレフリータイムアウトですね。負傷者のためのタイムアウト、はい、そうですね、神戸大学の選手が少し、うん、ちょっと足ですよね。そうですかね、今のプレーちょっと痛す、そうですね、ちょっと立て8番の川手くんですかね、はい、そうですね、ちょっと立てそうになさそうですね。さあ高谷選手が5ヤードの前進をしています。前半は残すところ27秒、ただいま負傷者のためのタイムアウトで時計が止まっています。まあ、前半両チームともにまあ無得点ではあったんですけれども、まあ、まだね、ひょっとしたら近畿大学、そうですね、はい、ここからラストプレーでどうなるか分からないですが、かもしれないんで、はい、まだ確定ではないですけど、まあ、ほぼそうですよね。ここまでに関してはそうですね、両チーム得点を重ねていませんが、うん、ただまあ、両チームともね、おそらく、まあ、前半 0-0 っていうのは、よくはないけども悪い結果ではないと思いますよね。はい、この前半を見てどういうふうにシフトしてくるかというところも非常に重要にはなりますし、すね、はい、近畿大学としては、まあ、もちろん神戸大学としてもなんですが、はい、この前半終了間際のプレーというのも非常に重要なものになってくると思います。はい、さあ18番小林選手が入っています。パスの可能性もあるかもしれませんね。はい、まあ、そうですね、まあ、神戸大学はもう完全に、はい、あ、ランプレーで、ランプレーで、はい、ここはまあ特にここは無理しません、ね、そうですね、せずにここで時計を止めて、ああ前半終了ですね。はい、ここで第2クォーターが終わりまして前半終了です。近畿大学対神戸大学のこの試合、前半は0対0のまま、このまま後半に移っていきます。さあ前半そうここまで振り返ってみていかがですかね。はい、そうですよね、まず先ほど申し上げた通り、はい、両チームにとってこの0対0というのは悪い結果で、悪い状態ではないとそうです、ね、は思うんですけれども、ただまあちょっとあるとしたら近畿大学としては思ったほどランが出てないのかなという印象は
受けているのかなと思うんですよね。まあ、逆に神戸大学としてはパスが思うように通ってないということはあるんですけども、そうですね、はい、両チームともに自分たちのこうストロングポイントをうまく活かせてないっていうのはですね、はい、ただあの神戸大学としてはそれほどコールをしてないですよね、パス自身は。そうですね、どちらかといったらあのランを中心に、まあ、コンサバティブなプレーコールが今のところ目立っていると、はい、それに対して近畿大学としては、まあまあ、あの予想通りランプレーをランプレーで組み立てに来ていると、うん、そういう意味ではまだなんか、神戸大学の方が何かまだ出てくるのかなと、まあ、これはあの、ね、OB としての期待も含めてですけれども、でもそういった期待感はあるのかなというふうな印象を受けましたね。そうですね、ただ、まあ、そういう中で一つ気になるのはその、はい、途中で申し上げましたけども、あの桜井君スクランブルする機会が多くなって、ね、つまりあのパスカバーで、カバーされているとそうですよ、ね、言ったところがあるので、その辺は何か手があるのかどうかなという感じはしますよね。そうですね、はい、まあ、そこに意図が隠されているのか、まあ、単純にこう本当にレシーバーがうまくディフェンスバックに守られているのかというところも含めて、はい、まあ、後半どのような動きをしていくかというところは非常に楽しみになってくるかなとは思いますね。まあ、まあ、どちらにしてもね、あの点数含めて非常にあの楽しみな後半ではありますよね。さあ、ではどちらが一体先制点を取るのか、そして勝利をつかむのはどちらのチームになるんでしょうか。それでは後半のキックオフまで皆様今しばらくお待ちください。そうです、まあ、あの試合としてはもう完敗です。立命さんが本当に強いなという感じですね、はい、どういったところが強いと思いましたか。やっぱ個々 の, あの能力もそうですし、徹底ぶりがとあとはまあ気迫、そのあたりが、うちとは全然違いました。ディフェンスもやっぱりその、ファーストタックラーでバチッと止めれない、ファーストタックラーが引きずられてセカンドタックラーでなんとかなったらいい方で、ファーストタックラーでまあタックルミスになるなってスピードに乗られると、まあ、もう独走タッチダウンまで持っていかれるんで、そのあたりがやっぱり課題かなと思います。まあ、神戸大学さんもまあ今、お互いに一勝同士で、まあ、次の試合に思いっきりかけてくると思うんで、うちもしっかり準備して、思いっきり全力で、挑みたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、まあ、最初ね、1クォーターはなんとかね、オフェンスディフェンスともにやってたんですけどね、やっぱ途中からオフェンスミス増えて、やっぱりパスラッシュに、向こうのパスラッシュに対してね、パスプロも持ってなくて、まあ、オフェンスから崩れていって、でその後ディフェンスもやっぱりタックルミス、ロンゲインされてるんでね、そこからやっぱりゲームがもう相手のペースになってしまったっていうところですね。そうですね、オフェンスはね、やっぱりまだまだね、オフェンスラインがね、向こうのディフェンスライン、まあ、今後やるディフェンスラインもどこも強いんでね、それに対して、やっぱりまだまだ出来上がってないんで、もう一回ちょっとオフェンスライン強化してね、しっかり取り組んでいきたいと思います。まあ、収穫はね、まあ、怪我で桜井が戻ってきたんでね、まあ、オフェンスクォーターバック全部3人揃ってしっかり練習試合できるんで、これは楽しみだと思いますね。次節近大戦ですが、意気込みをお願いします。そうですね、まあ、本当強い相手なんでね、うちよりも数段強いから、ほんま必死に取り組んでね、この2週間死に物狂いであって、2週間後のゲームを迎えたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。絶対圧倒して勝ちに行きます。もうやってきたことを出せるかっていうのは勝負になると思います。パスを投げる、決まった。パスは成功、タッチダウン。往年のこの体型からいきなりクォーターバックサック、成功まだ行きます。止まりましたね。いやー、ビッグプレー、守備陣日大距離は十分、鮮やかに決めて3点先制は感覚です。ただそのまま行きました。タッチダウン、タッチダウンですね。ここはキープ、1ヤード取りたい。ファーストン更新です。取りましたね。いいファイトを見せました。3点を返しました日大です。15ヤードバッターです。1ヤードフィードゴールトライ、破りました、ゴールポスト。
生高橋ファーストダウンを取ります。ああ取りましたね。タッチダウンパスを決められるか。パスを投げる。ああボールは抜けた。タッチダウン今日2つ目。さあラストプレー、ここで先行やってきた、ね、決めるか。はい、チーム全員でやってきたプレーです。パスを投げる、決まった。パスは成功、タッチダウン。執念を見せましたね。そうですね、日大の
イクテスト、レフリーマイクのテストをします。全国のアメリカンフットボールファンの皆さん、こんにちは。関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1第5節、近畿大学対神戸大学の試合後半戦が間もなく始まります。大阪府長居緊張スタジアムにてこちらの試合実況生中継でお届けしていきます。本日解説は神戸大学 OB の藤野正治さん、そして実況は野瀬祐介、放送は RTV でこれからもお届けしていきます。さあ前半戦をここから振り返っていきますか。はい、さあスタッツをねちょっと目を通してこちらにも出てるんですが、はい、さあ両チームとも攻撃は72ヤードと同じという、はい、まあ、パスランでやはりまあ共にねストロングポイントの違いは出ているものの、うん、あまりこう大きく動いてもいないっていう風な そういった印象ですかね。はい、でまあ、近畿大学の73ヤードの中にはおそらくあのスペシャルプレーの、そうですよね、ランプレー30ヤードぐらいいったゲーム、はい、あれ含めてということなので、まあ、そういう意味で言うとオフェンスだけのランプレーという意味ではほぼ両チーム同じと、うん、そうですね、そういう意味ではパス神戸大学の分が方がパスがある分だけ、うん、オフェンスとしては出てるといったところがこの数字の見方なんだろうなと、そうですね、思いますよね。はい、はい、まあ、近畿大学もゴール前に進めて、まあ、タッチダウン、そして、まあ、タッチダウンも取れるシチュエーションではあったんですが、はい、まあ、最終キックでフィールドゴールは外してしまったというところもありますので、はい、まあ、変わらずその得点は、加算されず0対0のまま前半を終えているという状況ですね。はい、まあ、ただやっぱりねあの70ヤードというのはまあ特に神戸大学としてはもうちょっと取りたかったっていうところなのかなとは思うんですけども、そうですね、はい、まあ、タイムねボールの、まあ、ポジションのことを見てると、はい、まあ、神戸大学の方が比率は多いんですけれども、まあ、時間いっぱい使ってるっていうところも、そうですね、まあ、はい、タイムポジション見てみるとほぼ、互角ですよね。11分と13分ですから、そうですね、はい。さあまあ後半どのように、まあ、前半の動きを見て、まあ、両チームがどのように、ね、こう戦略を考えていくか変えていくかというところも注目はされると思うんですが、はい、まあ、神戸大学のレシーブ、神戸大学のオフェンスで後半は始まるわけなんですけれども、はい、まあ、この一番最初のキックオフでこう注目すべき点ってありますかね。まあ、まず近畿大学としては、あれも 2,3 年前のシーズンですかね、はい、あの開幕戦で3回ほど連続でオンサイドをやりましたね、いうことありますので、はい、まず神戸大学としてはそこをしっかりあのオンサイドを十分ケアする必要というのはありますよね。そうですね、はい、まあ、その最初っていうところが特に注目にはなると思うので、はい、まあ、近畿大学オンサイドを対応していた、そういった時期もありました。はい、そうですね、はい、まあ、おそらく意識はしてるかとは思うんですが、もちろんね、はい、あのマンタニ監督も絶対そこは、しっかりと選手に徹底した上で後半戦に臨んでるんだろうなとは思いますけれども、まあ、とはいえ、ね、はい、やっぱりこう来てからの勝負っていうところもありますから ね、まあ、ね、はい。でまあオフェンスでいうと神戸大学としてはまだ変えたくはないでしょうね。そうですね、はい。さあ間もなく第3クォーター後半戦が開始いたします。近畿大学のキックでスタートです。さあ低いボールを蹴ってきました。ボールを少しこぼしましたが神戸大学左サイド空いた穴を抜けていく、止めていきました、うん、自陣40ヤード付近までボールを戻していきました。ちょっとね、グラウンダーのキックで、そうですね、神戸大学手間取っては処理に戸惑ったところはあるんですけども、ちょうど、神戸大学から見て左サイドに大きな穴が来ましたね。そうですね、はい。さあその穴をしっかりと23番の木下選手が、はい、ついていきまして、自陣40ヤード付近までボールを戻しています。まあ、さあ非常にね、いいフィールドポジションからのオフェンスということで、うん、そうですね、はい。さあ前半とはちょっと打って変わった状況ですね。前半厳しい状況からのスタートもありましたから、ね、はい、かなり厳しい状況でしたから。さあ神戸大学のオフェンスで第3クォーター後半戦が間もなく幕を開けます。さあドロー中央ついていきます。しっかりと反応していきましたね、はい、ライバッカーの上がりが良かったですかね。そうですね、はい、
クォーターバックは変わらず7番の桜井選手が入っています。まあ、あの先ほどちょっと、まあ、神戸大学として変えたくないということを申し上げましたけども、はい、まあ、ファーストプレーなんかもねまずランから入ってきてということで、はい、確かにねあの0対0ですので、はい、まだあのオフェンスのスタイルを変えるというのはちょっとやりにくい状況ですよね。そうですよね、はい、さあ右に少し広めの位置からスタートしていきます。クォーターバックは変わらず7番の桜井。さあ18番ボールキャッチしますがいい集まりを見せていきました。近畿大学ここはしっかりと守備で止めています。今のは今のラインバッカーの塚本選手が1番で止めていきましたが、ノーバウンドで取ったというそうですね、そこからですかね、そうですね、ちょっと非常に低かったんでねパスがねギリギリそうですね、はい、通ったところだとは思うんですが、はい、近畿大学のコーチの方もなんか、うん、不成功じゃないかということをそうですねアピールしてましたね、アピールしてたような感じですけど、はい、さあサーダン10のシチュエーションになります。さあ神戸大学さて後半最初のシリーズ、かなりセーフティー上がってきてそこで左サイドに流してパス取りましたか、うん、取りましたね、パス成功です、はい、パスは通ってはいますが、いますけどもしかしファーストダウンを獲得するにはファーストダウンも取りましたかね、はい、あのキャッチした時点でまで、前進は認められますので、なるほどなるほど、はい、でその後タックルで押し戻されたケースっていうのは、大丈夫です、あくまでも最前進地点までということでファーストダウンを、うん、そうですね、取った時点はやはりあのラインを超えてましたので、なるほどなるほど、はい、ファーストダウンを取りました、うん、神戸大学、神戸大学としてはそうですねちょっと厳しいシチュエーションではあったんですけれども、ですね、サーダン点のロングのシチュエーションで、はいはい、きっちりと通していきました。さあ中央中をついていきます、うん、こういったランは見えますけれども やっぱ近畿大学も集まりはしっかりと止めてます ね、はい、でランはしっかり集まって止めていて、でパスに関してはある程度カバーもできている、あかなり今のセーフティーの選手上がってきましたね、そうですね、はい、だいぶその神戸大学としても、まあ、コールがねコンサバティブなコールが続いてますので結構セーフティーの上がりが早くなってきてますね、そうですね、はい、まあ、近畿大学としてもパス、ランともにこう止めていこうというふうなそういった意識も見えています、はい、クォーターバック振り返ってパスは成功、その後の動き前進自体はほぼ変わらずという状況ですか ね、はい、あのパス自身がちょっと後ろに流れたと思うんですよ ね、でそのおかげでその切り返したディフェンスの選手が周りにいてそこで止められてしまったという感じじゃないですかね、はい、さあパスをキャッチしていた、うん、まあ、最初はかわしたんですがその後、はい、うん、近畿大学の守備に阻まれています。サーダン7、サーダン8ほどの距離でしょうか、ですね、さあ先ほどと大きく変わらない状況、先ほどはここからファーストダウンを取っていきましたが、サクオートバック桜井選手ロールアウトからターゲットを探します、ターゲット見つけてパス成功、多田選手にパスが通りました。こういったプレーをやはり桜井君非常にうまいな、そうですね、はい、左右に流れてと、もうやっぱりこのワイドレシーバー、まあ、前半にも話はしていたんですけれども、多田選手、八田選手、まあ、このあたりのレシーバーに対するもう信頼感もそうですが、やっぱり呼吸数も含めて確実にやっぱり取っていきますね。でしかも今のプレーってあの左サイドに流れてなんで、はい、クォーターバック、右利きのクォーターバックにとっては非常に投げにくいですけども、それでもしっかりあのライナーで投げ込んでますんで、あのあたり非常にいいですね。そうですね、はい、さあ神戸大学徐々に進めていきます。クォーターバック自ら持っていきます。さあそうですね、ランニングバックに入れると見せかけてクォーターバック自ら持ち込んでいきました、はい、まあ、あの動きからするとオプションというよりかはあの決め打ちのカウンタープレーだと思いますけれども、再三ああいったプレーであの、中平君への大、ランプレーに対してかなり近畿大学が集まっていたっていうのもあって、ちょっと釣られてしまったと、そうですね、はい、もう一線が完全に左サイ、ディフェンスから見ての右サイドにちょっと釣られちゃいましたよね。そうですね、はい、さあゴール前20ヤード弱のところまで、神戸大学攻めてきています、はい、神戸大学としては初めてのチャンスらしいチャンスですね、そうですね、はい、神戸大学後半先制点のチャンスを取っています。クォーターバック自ら持ってきます、うん、桜井選手自ら持っていって
数ヤードゲインをしています。そうですね、まあ、今のもね、今日の試合何度かやっているヒッチの動きからのクォーターバックドロー、はい、ああいったことをやっていくとその今度ディフェンスは飛びにくくなりますよね、はい、あのヒッチに対して。そうですよね、はい、でそうなるとまたヒッチのプレーっていうのが生きてくる、まあ、生きてきますよね、はい、まあキャリアがクォーターバックだったので、まあ、あまり無理にね、そうですね、セカンドエフォートうんぬんという話にはなってはないですけども、まあ、ああいったところを見せるのは大事ですよね。大事ですね、はい、セカンドアンセブン神戸大学チャンスを迎えています。パスを選択、ちょっとこぼしてしまった。抑えることできたか。うん、抑えはしました、ね、抑えはしましたかね、はい、ちょっと手元狂ってしまいましたね。そうですね、今のもタイミング的には決め打ちかなという気はするんですけれども、はい、さあ日差しが強くなってまいりました。大阪府長居の緊張スタジアム、第3クォータータイムアウトですかね、はい、第3クォーターも間もなく半分を過ぎようとしています。神戸大学のレシーブからずっとですよね。そうですね、やはり非常に両チーム、タイムポゼッションといったところは気にしてるんだろうなと、うん、はい、さあ神戸大学が後半一つ目のタイムアウトを取っていきました、うん、残り2回です、はい、まあ、ここはね、意思統一の面はあるのかなと思います。そうですね、はい、サーダウン7-8あたりですね、はい、でもうここで絶対やってはいけないのがターンオーバー、無理に投げてのインターセプトと、うん、そうですね、はい、それだったら、4、5ヤードで、進んでいいのでと、はい、だからこういった状況をもちろん、得てしてあるのがセカンドエフォートでボールをファンブルするであるとか、うん、そういったところの確認かなとは思いますけども。なるほど、はい、さあ、まあ、このゴール前というシチュエーション、はい、まあ、もちろん、ね、タッチダウンももう狙っているとは思うんですが。そうですね、まあ、ここで一発というよりかはまず確実にファーストダウンを取ってっていうところですよね。ファーストダウンを取ると、はい、でフィールドゴールでも少しでも前にすると。ただ一度申し上げたんですけど、ハッシュが、ね、右サイドなん で、 そうです、ね、右のキッカーにとってはちょっとしんどい、ね、そうですよね、はい、さあ優秀なワイドレシーバーが揃っています。パスを選択します。近畿大学投げ捨てましたね、はい、今の危なかったですからね。ですね、はい、いい位置にこうディフェンスが走り込んでましたね、まあ、うん、桜井君、まあ、ブリッツに対する対応としては非常に桜井君落ち着いての対応ですよ ね、 すね。ただ、まあ、コールとしてはそのゲインができず、また、右サイドからのフィールドゴールと、はい、そうですね、いう形にはなりました。しかしながら神戸大学が先制点のチャンスを迎えています。ここで、キッカーは1年生の田中君ですかね。そうですね、田中選手ですね、はい、まあ、距離は35ヤードほどあります。蹴っていきました。距離は OK ですが、フィールドゴールは成功しました。先制点は神戸大学です。神戸大学の先制で3対0と神戸大学が近畿大学をリードしています。はい、まあ、先ほど、ね、申し上げた通りキッカーの田中君1年生なんですけども、はい、こういった、ね、状況でよく落ち着いて決めましたね。そうですね、はい、さあ先制点を取ったのは神戸大学、ま、とはいえまだこう3点という風な点差は、もちろんね、このままいけば勝てるっていうだけの話であって。そうですね、はい、もちろん両チームともこのままいけるだなんて全く思ってないでしょうから。そうですよね、はい、さあ神戸大学のキックオフで試合が再開していきます、はい、でこのままその田中君がそうですね、キックに入りますね、はい、さあ1年生の田中選手が先ほどフィールドゴールを決めて3点を先制。さあこのまま田中選手のキックで試合が再開します。少し左の方に蹴っていきました、うん、左サイドつきますがまだ点はなりませんね、うん、さあ少しまあ徐々にしっかりと押し戻していきまして、はい、まあ、自陣35ヤード付近から近畿大学はオフェンスが始まります、まあね、ラグビーでいうモールっていう状態ですか ね、うん、そうですね、はい、倒れず動かずという、そのままずっと塊のまま押していくっていうね、はい、さあ神戸大学は、まあ、後半始まってから、まあ、約6分間を使って、まあ、点数を取ってきましたね、はい、さあ近畿大学後半最初のシリーズがここから始まっていきます。うん、あ、だいぶブリッツを入れてるという。さあ見ていきます。中央ついていきますさあ中央見ていきましたね、はい、
さあクォーターバックは18番の小林選手が入っていますね、うん、さてこのね、クォーターバックの使い分けっていうのが、まあ、どのような意図でやっているのかと、ね、はい、まあ、小林選手ここまでは173ヤードと、はい、あのパスはまあ投げてはいるんですけれども、ただどのシチュエーションで、まあ、どれだけっていうところに関してはちょっとここからしっかりと見ていかないといけないですね。さあパスを選択しました。さあターゲット探して投げていきますが、投げ捨てですね。そうですね、今のも、投げ捨てとパスカバーも、ね、ちゃんとつけていましたよ ね、 そうですね、はい、一瞬その、20番の山田くんですか、はい、大外から入ってきて一瞬空いたんですけど、 そうですね、それに対して佐藤くんがうまくカバーしてましたね、はい、反応して、はい、山田くん自身は一瞬空いてるということで手はそうですね上げてましたね、上げてたんですけども、はい、まあ、いいカバー、そしてまあプレッシャーも、ね、しっかりと、うん、まあ、小部台かけていた、はい、まあ、結果、まあ、投げ捨てという判断をしました ね、 ね、はい、さてここでサードダウン、非常にタイトなフォーメーションそうですね、はい、中に選手がかなり寄っていますからパスを選択しました。さあ遠くの距離投げていきます。パス成功ですか。いや、ギリギリ出ましたかね。外に出ましたね。はい、ちょっとまあ少し今までとは違った、うん、ですね、はい、攻め方をしたということ自体は良かったんじゃないかなと思うんですが、そうですね、コールとしては面白いと思うんですよね、うん、中に固めておいてもう今までの、プレーからしてランで来ると思わせておいて、パスと。そうですね、はい、最終キャッチもしてるんですが、まあ、サイドラインを割ったという形で、はい、パスは不成功になっています。あそこね、非常にやっぱり難しいですから。そうですね、取る方も投げる落とす方も。さあスクリュー気味のボール直接キャッチしてきまして、さあ空いている左サイドに走っていきますが、近畿大学ここはブロック、ナイス守備を見せました、はい、このあたりはやはり近畿大学の選手スピードありますよね。そうですね、はい、近畿大学今の26番の山村選手が止めていきましたね、はい、いいカバーですね。そうですね、はい、1年生ですか。そうです、26番、はい、山村選手1年生で、はい、いい動きを見せていきました。そうですね、はい、さあ神戸大学、まあ、左サイドは、ね、空いていたんですけれども、うん、まあ、十分なリターンはできないまま自陣10ヤード付近から攻撃が始まっていきます。15ヤード付近ですかね、うん、やはりその単純な、ね、1対1の競争ということになると近畿大学の方に分がありそうですよね。そうですね、はい、さあしかしながらリードしているのは神戸大学3対0で、はい、後半7分が経過しています。神戸大学の後半2回目のシリーズ、さあランに入っていきます。これはいい形で抜けていきましたね。ですね、はい、さあランニングバック29番ですか。29番の中塚くんですかね。中塚くんですね、はい、中塚選手ランニングバック29番の中塚選手が左サイドをついていきまして、うん、はい、7ヤードほどですかね、はい、前進をしていきました。まあ、左サイドからプルアウト、ガードをプルアウトさせたパワープレーですよね、おそらく。でそれで7ヤード 出せたというのは非常に大きいと思いますよ ね、 そうですね、はい、さあ中塚選手がランニングバック、クォーターバック桜井選手の横についています、うん、左にハッシュを取ります。パスを選択、いいカバー、うん、その後ランアフターキャッチは、あ、ホールディングでしょうね。あれはホールディング出ましたかね、オフェンスの。うん、さあここで反則が発生している模様です。さあホールディングの反則かもと、さあおっしゃっていただきましたが、まあ、ブロッキングからすると、まあ、おそらくホールディングだと思うんですけど。そうですね、はい、さあこの場所でのオフェンスの反則は少しちょっともったいないかなと思いますが、そうですね、まあ、ボールオンが21ヤードということなので、まあ、10ヤード下げてと。そうですね、はい、さあ10ヤード下がってのセカンドダウンの開始となります、はい、まあ、先ほど7ヤードほどゲインしたのがもうほぼ帳消しになってしまいましたね、うん、まあね、ちょっと今のに関してはその桜井君のパスが浮いちゃいましたよね。そうですね、で浮いてしまったがためにブロックの時間が長くなってしまうと、はい、まあ、あのあたりの精度の問題ですよね。そうですね、はい、あのあたりしっかりと、プレー全体を、まあ、進めていかないと、うん、やはり他のところに、ね、こんな形で、歪みが出ますよね。そうですね、さあ気を、まあ、気を取り直して、セカンダーをこれから始めていきます神戸大学。
サクオートバックからオプション、いい集まりで近畿大学が止めていきました、うん、今のもいい集まりをしていきましたね、うん、そうですね、まあ、ここでこれイエローですか、あれは何なんでしょうか、そうですね、あそこでの反則、あのプレーであそこで反則があるというのはビローザウエストか何かですかね、さあ今ひょっとしたら寝に行ったのかもしれないんですけども、審判団が今話をしています、うん、ラインバックは1番の3年生塚本選手が近畿大学止めていったんですが、うん、ここで反則が発生している模様です、まあ、プレー自身は、まあ、狭い方へのオプションプレーと、ね、いうことでちょっとまあ新あんまりね、ロングゲインがどうっていうプレーではなく、うん、ああ不必要な乱暴行為ディフェンス、ああ2番ペナルティ15ヤード、ああこういうのが非常にもったいないですよ ね、 そうですね、はい、もう完全にプレーが止まっている状態で、うん、まあ、不必要 な、 そうですね、はい、こんなスポーツなのでどうしても選手としてかっする気持ちは分かるんですけれども、やはりそこは冷静になっておかないとですね、まあ、やはりとはいえスポーツですからね、はい、やっぱりこう健全にしっかりとやっていかなければいけないところ、近畿大学としてはちょっともったいない反則になりました ね、 ね、こういった反則っていうのが一気にモメンタムを持っていかれるケースもありますから、そうですね、はい、さあ神戸大学がファーストダウンになりますね、ここでノーバックからのクォーターバック鳥取ですね、そうですね、はい、鳥取選手自ら中をついていきます、うん、さあ押し戻していきましたが、うん、ツーヤードをゲインしている模様です。鳥取選手が入ると自ら持っていくというシチュエーション結構多いですね。まあね、自ら持つもしくは、まあ、ハンドオフするにしてもやはりランプレーが多くなりますよね。はい、うん、まあ、それでも2ヤードほど出てますので、はいはい、悪くはないと思うんですけどね。うん、こういうプレーを見せていくことっていうのもやはり影響してきますからね。ですね。まああまりに同じプレーが続くとなん、やっぱり疑心暗鬼にもなったりすることもありますので、はい、さあクォーターバック桜井選手、さあフォーメーションを変えていきます、さあクォーターバックからランニングバックにトスするというプレーでしたが、はい、いわゆるショベルパスというやつですね、はい、ショベルパスを行いましたが、ここは中平選手が持っていきましたが、うん、ほぼまあ、数ヤードほどですかね、うん、1、2ヤードのゲインにとどまっていますね、うん、あ外からの選手ですかね、そうですね、はい、さあ神戸大学サードダウンです、サードダウンまで7ヤードほどありますね、サードダウン6、サードダウン7というシチュエーションです。第3クォーター残すところ2分を間もなく切ります。また左右に流してパスを投げるのか、さあそうですね、左右流してパスをリンのこれを取っていきました、うまいですね、あこれはしかしアウトバウンズですね、アウトバウンズですか、はい、さあ80番八田選手がボールをキャッチしていきましたがパスは不成功となりました、はい、今のはもうね、うん、思わずうまいって言ってしまうほどいい、ですね、いいパスでしたね、はい、でしかもおそらくカバー2と言われる、まあ、2人のディープのディフェンスだったと思うんですよね、でそれに対して1人が 中で1人釣って外に回ってきた、八田君ですかね、そうですね、が、そのコーナーバックの裏でもらうと、でコントロールもちょうど距離も、ね、非常にいいところに落ちたんですけども、ね、ちょっと外に流れちゃったと、そうですね、いいコントロールではあったんですけども、ね、はい、さあフォースダウンということで、パントを選択していきました神戸大学、今度はミスキックです ね、 ですね、これはね、はい、右サイドを抑えていきまして、ちょうどハーフウェイライン50ヤード付近でボールが止まっています、うん、ここで攻守交代です、ちょっと神戸大学としてはで少し波に乗りかけたところでもあったの で、ね、はい、もったいないシーンではありましたね、はい、まあ、近畿大学としてはね、先ほどちょっと嫌なプレーでダウン更新されて、うん、ね、しまったんですけども、うん、まあ、そこからねよく気持ち切り替えて、そうですね、しっかりと守備をして、はい、まあ、いいシチュエーションでオフェンスに渡すことできましたね、うん、ですね、はい、さあ近畿大学のオフェンスで始まっていきます、うん、さあ真ん中にラン、うん、抜けていきました、さあ5ヤードほどですかね、ゲインしてきます ね、はい、さあクォーターバックは高谷が入っています、近畿大学の攻撃、はい、神戸大学としては、まあ、勝利した京都大学戦、まあ、はい、結構獲得ヤードは取られたんですけど大半がパスだったんですよ ね、 そうですね、でランプレーに関しては、まあ、ほぼシャットアウトに近い形でやってましたので、
かなりランディフェンスとしてはある程度計算できてるんだろうなと。さあ中央ついていきました、28番久保選手ですね。あ、久保くん出てきましたね。そうですね、今日ずっとね、あの萩野谷くんばっかりだったと思うんですけど。そうですね、はい、萩野谷選手たまにこう出てきては今みたいに出ていってっていう形があるんですが、まあ、久保選手はね159ヤードここまでラッシュをしてますからね、そうですね、あの昨シーズンからずっと出てた選手ですよね。はい、まあ、要所で本当に使っていくというそういった選択をしています。さあ近畿大学、さてサードダウン5のシチュエーション、ここでまたタイトなフォーメーションにして、さあどういうプレーをしていくか、うん、逆サイドに行きましたね。高谷選手自ら持っていきますが、神戸大学しっかりとここは抑えています。はい、まあ、あのジェットスイープと呼ばれる、まあ、モーションしている選手に渡すフェイクをしてのカウンターのオプションプレーそうですね、ですけども、はい、さあ第3クォーターも間もなくそうですね、はい、終了ですね。しっかりと神戸大学反応していきましたね、うん、はい、さて近畿大学としては3クォーターのうちに日差しを考えると蹴りたいところですよね。あと9秒、ね、8秒あもう蹴りますかね、はい、1-0。さあおっとスペシャルプレーです、うん、さあ今日ありました2度目のスペシャルプレー、ここは神戸大学が止めていますが、今のプレーはこのタイミングではどうなんですかね。まあどうなんですかね、3点ですからね、ちょっとやはりここで更新をして、まあ、まだドライブをして、まあ、まずはまあカラコも同点、まあ、逆転を狙っていきたいという風なところでは、うんですよね、はい、あったかとは思うんですが、で先ほど申し上げた通り今ちょうど、日差しがね、来てますので、あのリターナーにとっては非常に嫌な方向ですよ ね、 そ う ですよね、はい、でそういう中で蹴っておけば何かあるかもしれない状況で、まあ、果たしてこのフォースダウン5に近い状況 で、 そうですよ、ね、まあ、あのもちろん敵陣でしたのでね、あのここで行くんだっていう判断はもちろんありえるんですけども、どうなんでしょうか。そうですね、このチョイスがまた、ね、まあ、どう出るかですよ ね、 ですよね、第4クォーター、はい、近畿大学としてあの悪い方向にならなければいいんですけれども、そうですね、はい、さあ第3クォーターが終わって3対0と依然リードがあるのは神戸大学です。第3クォーター、神戸大学、最初のシリーズで、まあ、自陣から敵陣までしっかりと攻撃を進めていって最終フィールドゴールを決めて3点を先制しています。はい、第4クォーター残すところまだこれから始まっていきますので、はい、まあ、12分最後のまあクォーターにはなっていくんですけれども、うん、はい、じゃ近畿大学側からしたらちょっとやっぱ焦りというのもあるんですかね。まあまだね3点ですから、はい、あのそんな焦ってどうこうという状況ではないとは思いますけれども、なるほど、まあ、とはいえ、まあ、しっかりと仕掛けていくところは行って、うん、まあ、取れるときにしっかりと取っていきたいと、ね、まあ、ただそういった思惑は見えますかね、はい、ただやはり3点 とは言いながら、リードされていることは事実ですので ね、 そうですね、どっかでボールを取ってどっかで点を取らないといけないこと、という状況ですので、はい、まあ、特にフェイクなんかに引っかかりやすくなることは考えられますよね。そうですね、はい、さあ神戸大学のオフェンスで第4クォーターがスタートしていきます。クォーターバックは櫻井選手、櫻井選手自ら持っていきますが、しかしこの塚本くんですね。そうですね、はい、再三ね名前出てますけども、はい、非常にいい動きしてますよね。今日は本当に塚本選手、はい、いい動き見せてますよね、まあ、パスキャッチの後もそうですし、ランプレーに関してもこう、はい、しっかりとそうです、ね、ラン、はい、パスともにいい守備を見せているのは、うん、近畿大学3年生の1番塚本選手です、はい、まあね、能力の高い選手の近大のラインバッカー陣の中で、ね、ミドルラインバッカー任されてますから非常に能力は高いんだろうなと思いますけど。そうですね、はい、さあセカンドアンテンです。さあ櫻井選手パスを選択、さあ奥をボールを見て、これは無理はしませんね。そうですね、自ら走っていきました、はい、うん、ややロスをしてしまった形にはなりますかね。まあですけれどもそこまでシチュエーション的には変わらないですしね、まあですね、はい、状況的にはそれほど大きく変わるような状況ではないとは思いますね。そうですね、はい、まあ、サーダンロングというシチュエーションにおそらく変わりそうです。さあ第4クォーター神戸大学の攻撃で試合が始まっています。共に1勝3敗同士で迎えているこの第5節、勝ち星が欲しいのは両チームも同じです。リードしているのは神戸大学、櫻井選手
パスを選択しました。ショート見つけて、あと八田選手のパスは不成功です、はい、今のは完全にパスプロをしっかり持ってましたからね。はい、まあ、ただターゲット的にはあそこに投げてもダウン更新には至らないですよね。そうですね、はい、もう八田選手も今のパスもちょっと落としてしまうのでちょっと珍しい感じもしましたね。ですよね、はい、まあ、確かにちょっと周りディフェンス囲まれてたのでね、ちょっと嫌な状況ではあったんでしょうけど、はい、さあ神戸大学パントを選択して蹴り上げてきました。さあリターンが取りましたが落としました。これは自分のチームでしっかりと取ってきました、うん、そうですね、やっぱりこう日差しもありますかね。あると思いますよ。ちょうどね、サッカーここ普段はスレッソ大阪使ってるサッカースタジアムですけれども、ね、はいはい、フィールドが南北に取られてますので、ちょうど今の1時とか12時とかっていうと、ね、ちょうど太陽がエンドゾーンの裏にある状況ですからね、はい、非常にやはり、まあ、攻める方も守る方も非常に厄介なこの太陽ですね、はい、特に、はい、パントに関しては一番目に入りますよね。そうですね、はい、さあ晴天でお客さんにとっては非常に良い天候ではあるんですけれども選手にとっては難しそうです。中央ついていきますがこれは数ヤードの前進にとどまっています。近畿大学の攻撃で始まっています。第4クォーターは1分30秒ほどが経過しています。うん、そうですね、かなりおそらく個人の判断で逆サイドに切ったとは思うんですけども、なるほど、はい、かなりねそのディフェンスから見て右サイドにフローしてましたから。そうですね、はい、さあクォーターバック高谷、あ真ん中中央抜けてきました、うん、少し穴を見つけて進んでいきました、うん、3、4ヤードほどでしょうかね。ゲインしています。もうちょっと行ってますかね。もうちょっと行ってますかね、はい、6ヤードから7ヤードぐらい行ってますかね、はい、さあいいランを見せていきましたね。今のもおそらく神戸大学のディフェンスラインは、ディフェンスから見て右サイドに、スラントしたと思うんですよね。そうですね、それでちょっと、逆サイドに切ってというプレーだったと思いますけども、さあ近畿大学サーダウン残るところ3ヤード中に入れていきます。あ、しかし神戸大学も抑えていきますね。さあ、はい、昨年と比べるのはちょっとまあチームも変わってね、あれなんですけども、はい、こういった単純なプレーに関して神戸大学しっかり止めてますよね今。そうですね、はい、今のもこの集まりも含めてしっかりと止めていきましたね、うん、そうですね、力勝負に関しては神戸大学決して今シーズン負けてませんので。そうですね、はい、そういったところがやはり近畿大学のランオフェンスがそこまでこの試合出てないといったところにも表れているのかもしれないですね。さあパントを非常に気味でいいパントを蹴ってきました、うん、いい、うまく取りましたね。さあその後、うん、集まって自陣30ヤード付近で、神戸大学のオフェンスがここからスタートしていきま す、はい、まあ、今のパントね非常に、はい、高さはなかったんですけど距離が出てね。そうですね、はい、最後伸びていきましたしよく取りましたけどね、リターナの木下選手も。そうですね、木下選手も、はい、まあ、ただあれはやはりパンターを褒めてあげるべきだろうなとは思いますね。そうです、まあ、はい、リターナー化すればちょっと嫌な位置に、まあ、行きましたし ね、 ですね、はい、ちょうどワンリターナーではありますので、はい、さあでも先ほどからおっしゃられた通り近畿大学のランが今日はそこまで出ていないっていうですね、はい、そこら辺は近畿大学としては誤算なのかなという気はするんですけども、まあ、もちろんねその近畿大学としては他のことを考えているかもしれないですけども。そうですね、はい、さあ神戸大学の攻撃、さあ福井選手、ああもったいない、もったいないですね、パスは不成功です、うん、で今のもそうですね、ちょっとパスが置きに行った感じになりましたよね。うそうですね、あのあたりやはりそのプレーの精度という問題になるかと思いますけども、はい、ちょっとこうふわっとしたボールになってしまいました、うん、そうですね、桜井選手で先ほどから先ほどのシリーズでちょうど7ヤードほどゲインしたパワープレーのフェイクからの逆サイドの、プレーだったんですけども。そうですね、はい、さあ桜井選手モーションからここで林くんを左サイドに持っていって、さあ動いていきます。神戸大学さあパスを選択しました、うん、これは取りましたね、うん、あ取ってますね、取ってますね、はい、今のはキャッチをしっかりとしていきました、うん、8ヤード9ヤードほどですかね、8ヤードほどですね、前進していきます、はい、でここで前半における鬼門という、まあ、言いますかサーダウンのショートのシチュエーションですよ ね、 そうですね、はい、でここで
どのようなプレーコールをするのかと、はい、さあもう八田選手、多田選手しっかりと、ね、パスをキャッチしていってこのサードショートのこのシチュエーションで何を出していくかというところですね、はい、さあ中央ラン入っていきますが、さあここはいや止まってますね、ますね、はい、中平選手ですかね、ボールを渡したのは、うん、そうですね、この本当サーダウンショートのシチュエーションで取り切れないですよね、はい、いいところまでは行くんですけれどもね、サラリングバックに入れていきましたが、ファーストダウンには至っていません、あとはわずかです、まあはい、タイプ的には決してその中平君にしても中塚君にしても、はい、パワーで持っていくっていうタイプではないですよね、そうですね、はい、でそういった中であそこでちょっと一瞬見てしまいましたよね、うん、さあ高く蹴り上げたパント左サイドに行きます、うん、さあ敵陣20ヤード付近にボールを残して近畿大学のオフェンスに変わっていきます。さあ後半は残すところあと7分、さあ近畿大学としてもやはりこう確実に前進を進めて得点圏まで進めていきたい、そうですよね、うん、そういったシリーズにまあなってはいきそうですね、もうそろそろそうですね、あの近畿大学のオフェンスのスタイルからするとあとよくって3シリーズ、そうですね、ですよね、はい、で神戸大学がちょっとオフェンスで時間を使われると2シリーズになってしまう可能性もあるということで、このシリーズ是が非でも少なくとも敵陣奥深くまで押し込むくらいにはまではドライブしたいですよ ね、 考えていきたいですね。さあそんな中パスが通っていきました。さあその言葉通りパスをしっかりと通していきました。取ったのは85番の山田大輝選手、はい、さあ前節立命館大学戦でもタッチダウンを決めています。そうですね、はい、今のはただセーフティーの誰ですかね、ちょっと番号を確認できなかったんですけどセーフティーの選手狙いに来ましたよね、さあクォーターバックは4番の渡辺選手が代わりに入っています。今のはどうだったんですかね、まあ、どうなんですかね、なんかちょっとな渡し方がちょっとなんか微妙な感じだったので、まあ、ただ単なるオプション、ただ単なるというかハンドオフか抜くかのオプションだったのかもしれないですけども、そうですね、久保選手にこうボールを渡していったんですけれども、はい、まあ、最終、まあ、ほぼほぼ原因がない状態で、一瞬クォーターバックとしては抜きたかったのかもしれないですね。さあ4番渡辺選手、さあパスプロは持っています、ターゲットを探します、ここを見つけて取っていきました山田選手。さあこのシリーズ躍進をしています。パスが通り始めてきた近畿大学、はい、そうですね、はい、でここでひとまずその敵陣には入りましたかね、そうですね、はい、さあ近畿大学としてはまあランをこの抑え込められてからの、うん、まあ、パスが2本大きく通ってるっていうのはすごくいい自信にはなりそうですね、はい、でここで、フォースダウン行く状況ではありますよね、もうこの辺まで来ると、そうですね、はい、さあ点を取っていきたいところ、あ出ましたね、あに行きましたか、どうでしょう、ギリギリ止まってますか、ギリギリ止まってますかね、はい、際どい状況ではありますが、うん、こちらサイドのオフィシャルの位置からすると1ヤードぐらい手前ですかね、そうですね、手前には見えますね、はい、さあその中さてここで、クォーターバック高谷君が入ってきてフォースダウンギャンブルと、そうですね、はい、ギャンブルをしていきます ね、 そうですね、残り5分ですから、まあ、ここはもう行くべき状況だとは思いますけれども、ね、さあ、まあ、近畿大学なんですがフォースダウンギャンブル、まあ、6分の1の成功率なんですよね、まあね、まあ難しいことはあるとは思うんですが、ね、はい、さあ取ってきましたが、うん、ただオフィシャルの位置からすると行ってなさそうですけれども、まあ、メジャーはするんでしょうね、おそらく、さあおそらくボールはメジャーで測っていくでしょう、ただ、うん、こちょうど、ね、放送席からすると真正面なので、そうですね、あギリギリ、あ結構際どいラインなようには見えますが、メジャーをします、レフリータイムアウト、そうですね、ここから見るとまあ、マットの位置からすると行ってるような気はしますけれども、はい、ただまあチェーンを実際に計測した際にどうなるかというところではあります、うん、ただ近畿大学としてはここで行くか行かないかは行ってそうな感じではありますけれども、ね、これは行ってそうな気はしますね、はい、さあ大きく引っ張って行ってますね、行ってますね、はい、さあファーストダウンは更新です。さあ近畿大学応援席からも
大盛り上がりです。そうですね、ちょうどね放送席の真横にそうですね、はい、近畿大学のスタンドがありますが、おそらく保護者の方の、はい、応援にも熱が入ります。はい、そうですね、はい、やはりね、パスでもランでもロングゲインがあるとね、やはりこのサイドラインおよび応援席っていうのはね非常にガゼンと盛り上がりますから。そうですね、はい、さあその応援を一身に受けて近畿大学ファーストダウンがここから始まっていきます。ちょうどセンターラインに位置する位置からのオフェンス。さあ渡辺、さあ鋭い球取っていきました。このシリーズパスが冴え渡ります。そうですね、プレーアクションしてやはりだいぶ神戸大学としては、後ろがね空いてきましたよね。そうですね、はい。さあ4番の渡辺選手のパスが冴え渡っています、このシリーズ。さあそこからランを、得意のランを持っていきました。うん、今のは久保選手ですかね、28番、ね、そうですね、はい、久保選手ですね。さあランパスをこう織り交ぜていって、はい、今のも6ヤードほど前進をしています。はい、でここで絶対にね、近畿大学、まあ釈迦に説法ではありますけど、絶対にねファンブルしないことですね。そうですね、ターンオーバーだけは絶対に避けたいところ。はい、さあもう同点にもできるフィールドゴールの位置までは来ました、近畿大学。はい、ただもちろん狙うのはタッチダウンだと思います。はい、さあクォーターバックは4番の渡辺選手が入っています。さあパスを通している。さあその惜しい、山田選手へのパスは不成功です。相手はいましたけども ね、 そうですね、ちょっと浮いちゃいましたよね。はい、さあまあやはりやっぱこう得点圏に近づいてきているというところで、まあ気持ちの高ぶりももしかしたらあるのかもしれません。まあ、ただね、フラットへのパスということですね。まあ、逆サイド距離は長かったですけども、やはりしっかり通しておきたかったプレーですよね。さあこのシリーズ、まあ、渡辺選手と山田選手のこのホットラインがかなり生きてきているようには見えます。はい、ロングゲームも含めて、そうですね、85番の渡辺君ですかね。はいはい、4番の渡辺選手と、あ、すみません、はい、85番のタイトエンドが渡辺選手ですね。ここで久保君がまたフォースダウンショートの状況ですね。そうですね、はい、おそらくあと数ヤードといったところまでボールを進めています。そうなるとやっぱりこの久保選手っていうのもやっぱ非常に大きいですね。そうですね、ある程度稼いでいけるっていうのは、はい、ここでフィールドゴールいきますか。まずは同点にしておきたいというところですかね。そうですね、ただまあ時間ギャンブルが来る可能性はまあゼロではないでしょうが、まずは3点を取っていくという形でしょうかね。どうですかね、ここでタイムアウト取りましたね。近畿大学ですかね。近畿大学ですかね、はい、チームタイムアウト近畿大学ですね。近畿大学が後半初めてのタイムアウトを取っていきました。そうですね、まあ一旦はフィールドゴール体系にはなったんですけども、もう一回チームの意思を確認するっていう、統一しておくってことでしょうね。おそらくそうでしょうね。はい、まあ、時間的にも、まあ、残すところ3分ですから、ここでここでもしもフィールドゴール失敗ということになるとかなりやっぱり厳しい状況に追い込まれますよね。はい、おそらく、まあ、普通に神戸大学としては、ランプレー3回やって3アンドアウトになったとしてもタイムアウト取らなければ、うん、2分ぐらい使うと。そうですね、はい、さあ、まあ、時間の使い方も含めて、はい、まあ、ここは大きな判断がですね、はいはい、されそうなシチュエーションではありますね。ただ的にはどう、あ、でもまあ行くんじゃないですかね、これ。さあ何を狙っていくのか。あ、行きますね、行きますね、はい、渡辺君入ってますね。4番の渡辺選手が入っていくので、はい、フォースタンギャンブル、先ほど成功させましたフォースタンギャンブルをここでも試みる近畿大学です。さあ勝負の大きな分かれ目になりそうです、この攻撃。フォースタンギャンブル、さあスイープから中央ついてきました。行きましたね、行きましたね、はい、ファーストダウン更新です、近畿大学ギャンブル成功。さてここでギャンブルをしたということは近畿大学としては引き分けはいらないと、そういうことでしょうね、いうことですよね。はい、さてそうなると、神戸大学としての動き方どうするかですよね。そうですね、はい、でクォーターバックが4番、うん、そうですね、渡辺選手から高谷選手に変わりました。そうですね、さあここで負傷者のためのタイムアウトを取っていきますが、まあ、近畿大学としてはこの距離ですので、パスではなく
最後はこうやはりランでいくっていうところももしかしたらあるのかもしれないですね。まあ、最後はねやはり自分たちの一番、信頼できるプレーっていう形になるかと思いますけれども、ただそうです、あの神戸大学として最悪なケースというのが結果的に時間を使い尽くされて点を取られると、そうですよね、はい、言ったところですね。とは言いながら、はい、もちろん近畿大学はねフィールドゴール蹴るつもりがなさそうなので、今のを見ている限りではおそらくは最後まで攻めていきたいという、はい、もうここではもう勝つか負けるかしっかりと、あのアメリカの、ね、古い言葉で引き分けとは妹とキスをするようなものだとかね、いう話もありますけども、なるほど、はい、さあそんな中、まあ、お互いのプライドもかかっています。共に一勝同士で迎えた第5節ですね。神戸大学対近畿大学のこの試合、大きな分かれ目を今迎えています。得点は3対0で神戸大学が3点をリード、タッチダウン1本で逆転というこのシチュエーション。近畿大学はクォーターバックに高谷選手を投入してファーストダウンをここから行っていきます。またタイトなフォーメーションになりましたけども、さあここから何を選択していきますか、とイエローが飛んできました。ディレイじゃないですかね、ディレイオブザゲームですかね。あ違う、アンパイアから出たから、うん、いや動いたんじゃないですか ね、 そうですね、はい、あのタイミングで出るということはフォルスタートだと思いますね。可能性はありますね、まあ、オフェンスからしたら、あらそうですね、フォルススタートの反則、まあね、ちょっとピクッと動いてしまったと、ね、いうもんだと思うんですよね、はいはい、まあ、気持ちは分かるんですけれども、うん、まあ、オフェンスラインが少し動いてしまったと、フォルススタートの反則で、うん、まあ、5ヤード抜退してファーストダウンやり直しという形になります。さて、まあ、逆にね、パスを考えるんであれば、そうですね、距離がね、奥行きができたっていう考え方もできますので、うん、はい、ポジティブに考えることもできます、はい、さあランに左サイド捕まえました、うん、久保選手にボールを渡していきましたが、いい判断を見せていきました。37番ラインバッカーの東選手ですね、東君、はい、さあ久保選手は下がってきました ね、 ま、 ね、そう、まだ2年生ですね、2年生ですね、はい、このシチュエーションでいい判断をしていきました ね、 ですね、はい、まあね、ちょっと、振り切られてしまうリスクもあったプレーだとは思いますけども、ね、まあ、しっかり最後までね掴んで、はい、離しませんでしたね、はい、ここら辺は神戸大学もまだ負けないというそんな意地が見えます。セカンドロング、高谷選手から真ん中抜けていきました。このまま走りきりませんでしたが、タッチダウンには至っていませんね。そうですね、サードダウンで1ヤードほど、そうですね、近畿大学今のは何番の選手ですか。37番ですね、はい、萩野谷君ですね、そうですね、萩野谷君ですね、はい、ここで萩野谷君、ちょっとパッ、大きな穴が開いてしまいましたね。そうですね、あ、ちょうど、ね、あの左サイドにいた選手が右サイドにいてミスディレクションみたいな形になりましたけども、はい、さあここでまずはファーストを取るか、そのままタッチダウンを取り切っていくか、近畿大学勝負の分かれ目です。高谷選手中に入れていきました。これは止まっていきそうですね。いや、一応クロースという形で、そうですね、どうなるんでしょうか。サーダウン、まあ、2ヤードほどでしたがファーストダウンに行っているか行っていないか、まあ、ただオフィシャルの、あ、向こうのファーストダウン、ね、ファーストダウン取りましたね、はい、さあ近畿大学とすれば、まあ、一安心といったところでもありますね。そうですね、神戸大学、逆に神戸大学としてはここで、どうするのかと。そうですね、さあもちろんタイムアウトも残っていますが、うん、時間は残すところ1分40秒切っていきました、まあね、一度ね、あのプロの、スーパーボールであえてタッチダウンを取らせて最後のオフェンスにかけるっていうこともありましたけども、そうですね、まあ、3、4年前ですかね、ニューヨークジャイアンツとニューイングランドとのスーパーボールで、さあそういったいろんな駆け引きがきっとあるかとは思います。高谷選手から中に入れていきますが、神戸のディフェンスも踏ん張ります、うん、ここはゴールラインにまで至っていません。しかしここで神戸がタイムアウト取りましたね。神戸タイムアウト取りましたね、はい、時間は刻々と過ぎていきます、うん、残すところ1分13秒リードしているのは神戸大学ではあるんですが、厳しい状況に今陥っていますね。あの私もこの、ね、あの解説何度かやらせていただいてるんですけど、はい、こういった、ね、あの競った試合というのが実は初めてなので、あ、なるほど、はい、
ちょっとあまりに、お聞き苦しいコメントが出てしまうと非常に近畿大学の、ね、OB の方、はい、見てらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますのでちょっとその辺はちょっとご容赦いただきたいなと思うんですけども、ただ非常に面白い試合にはなってきていますね、はい、そうですね、はい、ちょっと私の方もだいぶスタンドだったらねどんなことになってるやらといや、はい、いやでも本当に見ていただいている皆さんも手に汗握るそんな展開になってきているように思います。そうですね。さあ時間は残すところ1分13秒ここでタイムアウトが終了ですね、はい、さあ1分13秒どういったオフェンスの形を出してくるのか、うん、近畿大学そして神戸大学はきっちりと守っておきたいところ、うん、さあ応援にも熱が入ります近畿大学5ヤードで、ワン、ほぼエンプティーみたいな、ね、そうですね。ここで高谷選手クォーターバックさ中に寄っていきました。萩野谷選手が来て萩野谷選手がなくクォーターバック直接行きました。タッチダウン決まりました。最後はクォーターバック高谷選手自ら持っていきました。さあ京都大学戦でも見せましたが自らでタッチダウンを奪っていきました ね、はい、だんだんとその神戸大学、近畿大学の方が神戸大学のディフェンスの動きを見てきたって言ったところもあるのかもしれないですけども、そうですね、ああいった形でそのフェイクの動きからの次の選手のランプレーっていうのがだいぶ近畿大学出だしましたよね。そうですね、はい、さあ萩野谷選手かどうかというところであったんですが、しかしこのトライフォーポイント大事ですよね。そうですね、はい、あこれは OK ですね。そうですね、決定きました、はい、望月選手冷静にここは決めて1点を追加7対3。残すところ1分の時間で近畿大学が神戸大学を逆転しました。さてここで、次ですよね。そうですね、神戸大学としてはリターンからの残り1分のオフェンスと。そうですね、でタイムアウトは2つまだありますね。そうですね、はい、時間はまあ使うことはできますしですね、はい、ただいかんせんフィールドゴールではダメというところになってますので、はい、さあそれでいうとやはり先ほどのトライフォーポイント1点を決めたのは非常に大きくなってきたかとは思います、はい、キックでは1点差で負けてしまうそういったシチュエーションになりました、はい、神戸大学、第4クォーター残すところ1分8秒。さあこの1分8秒の使い方ですね、で、こういった時に、おそらくないとは思うんでしょうけども、キックオフのアウトバウンズっていうのは絶対やっちゃいけない反則ですよね。そうですね、はい、さあ最後まで集中力を切らさずにこの点差を守りきることができるか近畿大学デビルズ、はたまた神戸大学が最後に逆転をするのか、まだまだわからない状況です。近畿大学のキックで試合が再開。さあ低いスピードのボールを蹴っていきました。しますよね、さあボールを取った後リターンしていきますが、さあ近畿大学落ち着いていますね。そうですね、これはもう近畿大学、思った通りのプレーですよ ね、 そうですね。さてここで残り82ヤードのドライブ。そうですね、ここで神戸大学がどのようなオフェンスを見せてくるか。そうですね、ある程度パスでといったところにはそうでしょう、ね、なりますよね、もちろん、はい、でそういった時に近畿大学としては、はい、3-4 の体系で守るんでしょうけども、ラッシュを、ね、どれだけ入れるのかと、はい、これ単純に引いてばっかりだとやっぱりやられてしまう可能性出てきますの で、 そうです、ね、はい、しかし、今のところは当面はまず引いてって言ったところですかね、はい、さあクォーターバックは櫻井選手。さあまずはパス、ちょっとパスは成功ですね。そうですね、ミスコミュニケーションですね。そうですね、はい、ちょっとタイミング合いませんでした、多田選手ですかね。多田君としては、内に入ってそこで、カールみたいな形で、もらいたかったと。そうですよね、それに対してクォーターバックの櫻井君は、外が空いてたのでそこから外に出てほしかったと、いうプレーですでしょうね、おそらく。さあ気持ちでもやはり、ちょっと焦ってしまうというふうなシチュエーションではあるかと思うんですが、ですね、はい、冷静にしっかりと進めていきたいところではあります。さあ神戸大学の攻撃、櫻井選手パスを選択しました。さあアグレッシブなプレーが見えました、はい、近畿大学42番の日田選手、非常にいい反応でしたよ ね、 ね、はい、いい飛び込みでインターセプト、あわやインターセプトというところではありましたがです、ね、はい、さあいいところを止めていきました。神戸大学としては残すところ51秒、サーダーロングというこのシチュエーション、どのような選択をしていくかですね。
まあ、パスで来ることはおそらく間違いはないと思いますが、ドローはパスを投げてインターセプト。さあ冷静にそのまま2ダウンで攻守交代です。近畿大学攻守ともにこの第4クォーター、第4クォーター、そうですね、大きな働きを見せていきました。さあもう、神戸大学タイムアウト2つはありますけれども、まあほぼもう決まりですよね。そうですね、はい、難しいシチュエーションにはなりそうです。さあディフェンスバック11番の矢部選手がインターセプトをしたところ で、 で、ね、ここでビクトリーフォーメーション、ね、はい、近畿大学の攻撃、そうですね、時間を使っていきます、はい、クォーターバックは高谷選手、ここ、はい、2つタイムアウトは使うんでしょうけれども、まあ3つ目でおそらくゲームオーバーと。そうですね、はい、しかしながら神戸大学も諦めてはいませんですね、はい、まあ、もちろんね、エクスチェンジのミスが起こる可能性ももちろんありますので、はいはい、最後のホイッスルが鳴るまで何か起こるかは分かりません、ね、はい、うん、ただ、まあやはりね、何が起こるか分からないというのと、だからといって相手に対してラフなプレーをしていいっていうわけではないですよ ね、 そ、 うですね、はい、そこら辺はね、神戸大学としてもモラル高くやってほしいところではあります、うん、そうですね、はい、さあ残すところ時間は42秒、点差は4点ではありますが、近畿大学がこのクォーター高谷選手自ら持ち込んでタッチダウンを決めています。7対3、そのリードは4点。近大のセカンダウン、うん、そうですね、2段を使っていきます。時間を使っていきまして、タイムアウトは取りませんかね。取らん、あ、もう神戸大学と、あ、取り切ってるんですね。そうですね、はい、失礼いたしました。残すところ、はい、さあタイムアウトを取ることができないので、おそらく時間いっぱい、これでプレークロック消えてますので、はい、さあ近畿大学スタンドからは残りの秒数のコールも起こっています。カウントダウンですね、はい、1勝3敗で迎えたこの戦い、前半は0対0、非常に競った試合にはなりました。残す時間は7秒、もうゲームは間もなく終わりを迎えようとしています。今終了しました。近畿大学7対3、神戸大学を下しました。1勝3敗同士で迎えたこの対決、軍配が上がったのは近畿大学でした。先制点を取ったのは神戸大学、はい、しかし最後はクォーターバック高谷選手が逆転のタッチダウンを取って、近畿大学が逆転勝利を収めていきました。いやー、いい試合ではあったんですけれどもね。そうですね、非常に、まあ、点数こそね入ってないですけども、うん、最後の最後まで本当に手に汗握る熱戦でしたよね。そうですね、はい、まあ、そういう中で、まあ、すみません、これは私の不明を恥じるべき話なんでしょうけども、近畿大学としては、最後のパスを中心とした、うん、得点シリーズですね。そうですね、はい、ああいったことができるチームである、まあ、もちろんそれいったことがなかったら、うん、244ヤードでも過去4戦で取ることできなかったでしょうから、まあ、そういった意味では非常に、ね、私自身も近畿大学というチームを、まあ、ラン中心という感じでもう完全に 見誤っていた感じがしてますな、うん、してます。なるほど、はい、まあ、そういった意味でね、最後とは言いながら最後しっかりとパスを決めるところを決め切った、近畿大学の選手というのは非常に素晴らしいと思いますね。そうですね、はい、さあその近畿大学の選手、今応援をいただいたファンの皆さんに礼を送っていきます。さあそして今その健闘をたたえてスタンドからは大きな拍手が選手たちに送られています。試合終了は7対3、近畿大学が最後逆転をしてその差を守りきりました。そして神戸大学でも今選手の健闘をたたえて拍手が送られています。大阪長井の緊張スタジアムから生中継でお届けしてまいりました近畿大学対そして神戸大学のディビジョン1第5節の試合、結果は7対3で最終近畿大学が逆転勝利を収めていきました。さあ改めて振り返っていきますが、はい、最後おっしゃっていただいた通り、まあ、近畿大学本当に最後のシリーズ
あのパスを ね、はい、もう本当に渡辺選手から、まあ、山田選手っていう風なところの起点から始まって、はい、まあ、最後しっかりとドライブをしていきましたね。そうですね、あのシリーズは非常にね、ランパスバランスの取れた見事なドライブだったと思いますよね。はい、そうですね。そして、まあ、近畿大学は、まあ、最後インターセプトも飛び出しまして、うん、まあ、最後やっぱ執念も見えたというところもありましたね。はい、そうですよね。まあ、ああいったことっていうのはね、得てして最後のシリーズではインターセプトで幕切れが起こるというのは得てしてあることではあるんですけども、そうですね、まあ、それでもね、しっかりと集中してないとああいったプレーっていうのはできないですから、はいはい、近畿大学の最後の集中力というのは非常に賞賛に値すると思います。そうですね。それでいうとこう近畿大学は、まあ、新たなこうパスとしての、まあ、パスのオフェンスも、まあ、しっかりと通用するっていうところを見せれた、そういったゲームでもあったかと思うんですが、ですね、はい、次の試合、同志社大学戦ですか、そうですね、に向けて、非常にいい材料が残ったと思いますよね、うん、この試合。そうですね、はいはい、そういったゲーム展開になっていきました。はい、さあ対する神戸大学なんですが、はい、まあ、先制はしたものの最後、逆転負けを喫してはしまいましたが、はい、まあ、次節以降、まあ、見ていくポイントとしては何かポイントありますかね。そうですね、やはりもうちょっとそのパスで散らしていきたいというところだと思うんですよね、オフェンスとしては。ね、ランニングバックの選手が、まあ、独走であるとか、はい、その飛び道具的な選手ではなさそうですよね、神戸大学。はい、そういった意味で点をある程度取っていこうと思うと、そのランとパス、特にパスである程度相手を散らしていくと。でまたクォーターバックの桜井君、非常に高校の時から有望とされてましたの で、そんだけの能力もありますので、はいはい、そういったところができないと、しんどいんですけども、まあ、今日の試合、まあちょっとスタッツ見てみないと分からないですけど、あんまりその桜井君の特徴、持ち味、良さというのが発揮された試合ではなかったのかなと思いますよね。そうですね、はい、まあ、ショートのパスは、まあ、何本か通ってはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ですからそういうこのところ、まあ、これから2週間、ね、また最終節まで含めると1ヶ月、どれだけそのチームを持ち直すことができるのかと。でもう一つ言いますと、やはり試合終了間際の逆転負けということ で、 そうですね、精神的なダメージね、受ける可能性あると思うんですよ。そうですね、なので、まあ、とにかく、今からはもうこの試合、まあ、今日のうちはしっかり反省して、はい、で反省するべきところ反省して、次に、切り替えてね、切り替えてね、龍谷大学戦および同志社大学戦、はい、迎えていきたいところ、はい、そうですね、そうですね、まあ、星勘定を言いますと、非常に京都大学がね、しんどい位置にありますので、はい、まだ1つ2つ、少しでも多く勝って、まあ、A クラス、まあ、4勝3敗という勝ち越しはできなくはなりましたけれども、まあ、少しでも、ね、上の順位に行けるように、4回戦中心に、はい、しっかりと切り替えて頑張ってほしいと思いますね。ですね、まあ、神戸大学としてはその近畿大学得意のランを、はい、まあ、ある程度抑えることができたというところは、もしかしたら収穫にはなるのかなとは。そうですよね、まあ、ランのディフェンスから言うと、その京都大学のランも ほぼそうですよ、ね、しっかりと止めてましたもんね、ましたので、ある程度自信はあったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、一つそれがね、形にはなったかなと思うんですけども、そうですね、ただおそらく選手の気持ちとしては、それはね、良かった面として残るような状況ではないと思いますね。まあ、とはいえ、しっかりとやっぱり得点を取って勝っていくっていう風なゲームが、ね、まあ、神戸大学としてはやっぱり欲しかった試合展開にはあったのかもしれませんね。はいはい、さあ本日第1試合で行いました、近畿大学対神戸大学の試合は、7対3で、近畿大学が勝利を収めています。本日解説は神戸大学 OB の藤野正史さん、そして実況は私の瀬祐介、放送は RTV でお届けしていきました。それでは第2試合目の立命館大学対関西大学の試合も皆さんお楽しみください。